今日はですね、アメリカってヤバすぎ？超大国の裏側が分かるドキュメンタリー参戦として大変刺激的な、コンテンツをお届けすることになっております。早速ですけれども、本日のキューレーターを紹介していきましょう。映画評論家の町山智博さんです。どうもよろしくお願いいたします。久しぶりに日本ですか？久しぶりです。はい、ようこそ。いい、はい、今回はどれぐらいの滞在で？今回ちょっと10日ぐらいいます。はい、でもいつものように、はい、もうすごい過密な動き方を、ね、はい、この前来られて、この前2年前ぐらいにちょっとすれ違って、はい、MX の番組かなんかで一瞬ご一緒した時も、はいはいはい、本当に出て入られてましたよね。はい、そうなんですよ、ね、すごいな、はい、出稼ぎですから。羨ましいです。出稼ぎじゃ、アメリカ暮らしどうですか？いや、いいですよ、楽で。いいよね、はい、いいな。今ね、日本大変なんですよ。あ、そうですか。国会とか。あ、はいはいはい、なんか政治の季節が来て、はいはいはい、第二次全共闘なのか、それとも、はい、よくわからない何かなのかってことなんですけど、はいはい、かなりの大人も若者も興奮していて、はい、あんまり日々落ち着きがないですね。あ、そうですか。やっぱ安保の問題ですか？安保ですね、はいはい、ここ4年ぐらいは最初はその、はい、津波と原発事故にまつわる、はい、まあ、放射能に対するどれぐらい怖いか怖くないかっていうのが分かれ目だったんですけども、はい、それがそのままエネルギーとして安保に流れ込み、一回覚醒してしまった、はい、なんていうでしょうか、民衆なのか群衆なのか、その行き場みたいなものですか？エネルギーの行き場がですね、はいはい、で人によっては、まあ、これはその一過性のものでスポンジのようにまた吸収されて、はい、昭和のことなかりの日本に戻るという人もいるんですけど、はい、逆に、はい、ある意味第一次大戦終わった後のワイマール時代のドイツみたいな。じゃあその後ナチの時代が来ちゃうじゃない？いや、わかんないですよ。でも、あれ歴史家によると共産党が勝ってたかもしれないっていう話もあって、はい、だから要は左と右に、はい、とてもこう極端に真ん中がなくなっていって、はいはいはい、なんで、まあ、こっちにですね、日々暮らして、はい、アメリカに行きたくても行けない自分としては、はいはい、ミドルグラウンドがちょっと薄くなってる気がする。いや、アメリカもそうです。アメリカもそうなの？アメリカもそうです。そう、そうですよ。ですよね。全くそうです。はい、それで、はい、ところがですね、はい、今日キュレーションというかご紹介していただく、はい、この3つのとっても強烈な映像作品なんですけれども、はい、どれもですね、はい、どちらかというと2000何年という、結構前です。10年ぐらい前だったり10年以上前の作品もありますね。ね、はい、ところがですね、非常にその、まあ、全部拝見したのですが、はい、ざっくりした印象としてなんかね、はい、来年の日本な気がするの。あ、そのままじゃないですよ、コピペじゃないんですけども、はいはいはい、なんか、うん、はい、今起きていること、今この瞬間ですね、はい、多分ずっとツイッターをね、はい、僕昨日から張り付いているんですけど、はいはい、さっき山本太郎議員が、はいはい、国会で一人牛歩っていうのをやったんですよ。一人フィリバスターパフォーマンス的に。で、なんか自民党が終わりましたので、はい、お葬式の焼香のパフォーマンスをして、失礼じゃないかっていうヤジも飛ぶ中、あまりにも多くの人がそれに注目しすぎたためにですね、はいはい、松屋の株がアルゴリズムで牛っていう字を検出して、はい、株がシュートアップしたんです。一瞬それがさ、牛歩戦術の一人牛歩という言葉が、はい、牛歩とか一人牛歩っていう言葉がそのトレンドワードに入っちゃった時に、はい、ずっと株取引のなんかアルゴリズムが、はい、牛っていうのを見て、はい、じゃあ松屋買いだなって言って、牛丼が引っかかっちゃったんですか？牛丼引っかかっちゃったの。関係ないのに。で、あ、やっぱり違ったって言ってまた戻ったの。あ、そうですか。だからスパイクが起きたんですよ。何か牛丼が流行ってるんじゃないかと思って、そう買いに入った人だけいっぱい。もしかしたら世界の投資家もですね、はい、日本はなんか牛肉がなんかあるのかとかTPP かとかね、だからそれぐらい、はい、なんていうのかな、そういうちょっと笑ってしまうような事態が起きるほど、はい、皆さんすごくセンシティブになってるんですね。あ、しかも、はい、ガチンコになってる。あ、うん、この映画が作られた頃ってのは その2000年代の初めの頃っていうのはアメリカがそんな感じだったんですよ。要するに、まあ、ですよね、イラク戦争があったんで、うん、もう左右に分かれてものすごく激突してた頃ですね、はい、なのでちょっとこれからいろいろより詳しい解説をはい、いただきたいんですけれども、はい、ご覧になっている皆さんにはですね、はい、結構ここで解説されていることが10年前じゃなくて
今の日本のリアルタイムとで、はい、僕の中ではあまりにも重なるんですね。なのでとってもこれは見ていると、はい、今何が起きているのかを日本で今何が起きているのかを理解する上でなんかとてもこうなんていうかな味付けになるような作品だと、はい、私は思っております、はい、で早速なんですけども、はい、直近で今アメリカは相変わらずすごいんですか、はい今来年が大統領選挙ですからそれでもう共和党側 の、 その、まあ、候補たちの予備選がもう始まってるんですよで候補を決定するその共和党内での、まあ、投票がありますから予備選というその、まあ、その中でとんでもない候補が出てきて共和党員ではないドナルド・トランプっていうまあ、不動産王が、まあ、支持率がトップなんですね圧倒的にダブルですよ僕最初ね、はいまあ、長い間アメリカにいないからなんだけど、はいこれみんなお笑いで面白がってこの横山ノック的な思いはみたいなそういうんじゃなくて真面目に支持してるんですか、はい、支持してる人たちは真面目な人たちが多くてただ喜んでる人たちはみんな笑ってますけどね、はい、ただそのなんだろうそのいわゆるプライマリーですよね、はいはい、共和党 の、 その予備選を前にしたこの前 CNN で11人が並ぶ、はいはい、ちょっと多すぎですね、一番最初のねあれ総当たりにしてあそこから絞り込んでいく感じ、はい、そうなんですよね、うんうん、ただ前代未聞の数なんでねその候補者がねすごいですよね誰でも出るっていう状況なんかハッカビーとか、はいはい、結構マイナーで何度も何度も出馬してはっていう人も出てますよね、はい、そうそうそう常連泡沫候補の人たちですね常連泡沫ドクター中松みたいな、はい、そうそうそうスマイルみたいなそうそうそうなるほどね、はい、でそういう人たちが僕は全部映像を見ずに記事を読んだんですけれども、はい、やっぱりそのドナルド・トランプというジョーカーのような人にほとんどの注目が集中していたっていう、はいはい、だから他の候補たちが全く注目されなくてそのドナルド・トランプ の、 その支持率がその2番手のジェブ・ブッシュっていうブッシュ大統領の弟ですけども、うんうん、との間が倍になっちゃってるんですよだからもしドナルド・トランプが共和党の候補にならなかったとしたら急にその全然注目されてない人だけで争うことになっちゃうから、うん、もう補欠集団みたいなレベルになっちゃいましたねじゃあそうするとなんかドナルド・トランプとその仲間たちじゃないんだけど、はい、そのお友達みたいなそうそうそう慣れ合いとは呼ばないですけど、はい、奇妙な状態ですよねだから共和党側はそのドナルド・トランプを早く追い出したくて、うん、で共和党メディアってありますねそのまあ今回も紹介する FOX ニュースっていうところがそのドナルド・トランプを潰すような質問をディベートのところでかけてなんとか叩き出そうとするんだけどドナルド・トランプはまたねあの人エンターテイナーだからうまいんですよアウトフォックスしちゃったんですねそうそうそうされあフォックスはされちゃったんですけどフォックスがフォックスされているされちゃったんですよそれね僕ね、はい、歴史だと思う今人類の、ね、差がですよ、はい、自分がしばらく何年かやる側にいて勝ち誇っていた人たちが相手側に学習されちゃって最後は同じ手段でちょっと因果応報みたいですよねそうなんですよだからもうドナルド・トランプが今こう展開しているその右翼的なその保守的なその理論というのはずっと FOX がまあ散々仕掛けてたことなんですよ移民は追い出せとか、うんうんまあ、女性差別的なこととか人種差別的なこととかそしたらそれを全部トランプが取り込んでそれで人気を得てるんでだから FOX 側はそのドナルド・トランプを潰すためにリベラル寄りの論調になってる今更まともさを装わなきゃいけなくなったとそうなんですよすごいFOX が FOX がでその FOX がドナルド・トランプがまだ出現していなかった頃に、はい、意気揚々と、はい、ある意味なんていうのかなやっちゃいけないけどやっちゃったよっていうジャーナリズムの一角を完全に独裁、はい、独占していた頃の、はいはい、ドキュメンタリーが出てくるんですよね、はい、それがこの、 アウトフォックスなるほどなるほど、はい、それでまあ、トランプ氏はですね日本側の日本語になった報道だと、まあ、暴言を言っているとか、ね、日本に対しても、はい、むちゃくちゃなことを発言しているとか、はい、だからまあとにかく外国に勝つんだとで中国とか日本と戦いに勝つんだとであとメキシコからの移民は全部もうでかい壁を作って防ぐだけじゃなくてその壁のお金をメキシコ政府に払わせろとかなんかハンガリーに学べって感じですよね今のハンガリーがシリア難民に壁を作っちゃって催涙ガスみたいなそうなんですでまたメキシコ人はみんなレイプばっかりしてるとかデタラメなことを言ってすごい大変な時代ね、はい、だからその日本だと、はい、そういうレイシズムが例えばレイプをするとか、はい、犯罪を犯すっていうのは、はい、日本でいうとですね、まあ、在特会みたいに、はい、本当に
隔離されたと言っていいグループ、はいはいはい、そういう人たちがちょっといて、はい、まあ、だけど下品だからラウドになっていくっていうかね、はい、その程度ですよね、はいはい、ところが大統領候補を目指す人が堂々とそれを言っちゃってるってことですよね、はいはいはい、ところがそれは大人気なんですよ、その保守派の人たちから、まあ、特にまあ、南部とか中西部の白人の人たちから、まあ、ドナルド・トランプはもう大人気なんですね現在で、それ取られちゃってるんですよ。絶句した。やっぱり理解できない。ちょっと戻った方がいいかもね、僕何ヶ月、1ヶ月ぐらいね、ちょっと地ならしして、ね、何がどうなってるのか分かる、はい、僕が最後にいたのはだいぶ前だったので、はい、まだフォックスが危ないメディアであって、はい、そしてキリスト教右派は一時的に後退しているけどまた出てくるかもしれない、はい、そしてタイマーは相変わらず禁止で、はい、みんな隠れて知ってたんですよ。あ、最近あんまり捕まらなくなったな。だけど、まあ、一応、はい、右見て左見てタイマーっていう感じだったんですけど、ね、はいはい、今道歩きながらやって、いやだからね、やっぱりちょっと僕の知らない国に やばいですね。いやそれがね、はい、それがね、その例えばドナルド・トランプが、はい、言ってみれば差別を公然と方言しつつね、はい、なのに大統領候補として奇妙な支持を集めている、はい、例えば日本でそれが起こりうるのかということを考えると、はい、今そんなバカなっていうのはあるんですけど、はい、そうだからこれを見るとね、遠くないって思うんですよ僕は。ああ、はい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 、まあ、ドナルド・トランプが今支持を集めているのは彼自身がお金持ちじゃないですか、うん、で要するに成功者ですよね。だから成功してるんだから偉いんだっていう考え方が一つあって、うんうんうん、だから日本でもその、まあ、まあそうやってお金持ちの人たちにすごく信奉者ができるじゃないですか。名前具体的に出しませんが、はい、まあ、IT とかで成功した人とか株式投資とかでまあ成功した人の場合、例えば彼らがその違法ということで裁判で裁かれたとしても、ある一定 その信者たちがつくでしょう。うん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 、それと同じことがドナルド・トランプに対して起こってるんですね。それでちょっとまたもう一つ奇妙なのはですね、現在のアメリカの政治なんですが、はい、ドナルド・トランプに対してはそのあまりにももう度を越したパフォーマンスに対して、はいはい、FOX 含めメディアがどう反応していいか分からず、その今日ついて、はいはい、電撃作戦のように来てるわけよね、はいはいはい、ところが、いわゆるもっとまともな候補としてのヒラリー・クリントン、はい、彼女に対しては、はい、ありきたりな政治的な批判で私的メールアドレスが流動の効能、はい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 、彼女には政治の責任を求めるのに、はい、トランプには傍観するっていう奇妙な、はいはいはい、何これ。まあ、トランプ自身がその具体的な政策は何も出してないんですよ。だから攻撃しようにもちょっと攻撃できない。Oh my God! 、はい、だから例えば中東問題がありますよね。今大変なことになってるシリアとか、うんうんうん、まあ、ISIS、うんうん、まあ、日本だと ISIS って言わないのか、イスラム国とか、まあ、IS とか、IS とか言ってますね。ISIS はないんだけど ISIS って律儀に言ってる人もいる。なぜ呼び方変わったんですか。アメリカは今 ISIS のままですけどね。ですね、なんかね、最初ね、どういうふうに読んでいいか統一できず、メディアが30ぐらいの、3つぐらいの方法で表記してたんですよ、はい、でそのうちいわゆるイスラム国で鍵かっこつきになり、はいはい、ところが一部センシティブな人が、国じゃないんですよ、それはイスラム教の人に失礼なんじゃないかみたいに過剰になったんだけど、ただ、例えば BBC はイスラミックステート、はい、でも実際は法的には国として認められてないし、国としての体裁も持ってないんですけどね。ない。現実にはね。ない。自称国なんですよね。そうですね。だから今は妥協点として、はい、鍵括弧イスラム国かな。そうですよね。うんうん、で、まあ、そういう問題もあって、はい、例えば大統領が共和党政権であり民主党政権であり、はい、その鍵括弧のイスラム国を IS にね、はい、対処する方法って多分誰もわからないんですよ。わからないですよ。しかもアサドがそこにいるわけでしょ、三つどもえ。そうなんですよ。三つどもえなんですよ。で、ロシアがアサドについてタンクまで提供してるんでしょ。どうすればいいの。それなのに今は与党がオバマだから、はい、オバマの失政だというふうにとりあえず共和党は煽るだけ煽ると。はい。はい、だからまあ共和党側っていうか、まあドナルド・トランプなんかはとにかくもう何でもいいから爆撃すればいいんだって言ってるんですけど、誰をって問題もわからないんですよ。ああ、なんかイスラムのやつらをね。そう、何をっていうのもさ、はっきりわからない。大体そのイスラム国っていうのはその拠点がない、首都がない、要するに参謀本部があったとかそういうのはないから、どこを潰しても別に、要するにまあアメーバみたいなものですよね、うん、だからもう全員殺すしかないわけですけど、それは不可能ですよね、うんうん、で普通だったらその、まあ、リーダーだったりその国家 その、まあまあ、総理大臣とか大統領に要するに降伏をさせれば戦争は終わるんですけど、うんうん、それすらもできないわけですから、うんうん、なんだかわからない、要するに脳みそのない、まあ、組織ですよね、うん、それ戦争なんかできないですよね、うんうんうん、でもそれで苦労してるのはその前からそのアフガンもそうだったし、うんうん、ね、それこそ
タリバンだけじゃなくてみんな要するにイスラムとの戦争って常にそうだったじゃないですか、うんうんうん、要するに次々とリーダーを殺したってアメリカは宣言するんだけどそれリーダーじゃないっていう次々とリーダーが変わる実はです ねもう30年も前の1980年代、はい、レーガンの時代に共和党のレーガンの時代に、はいはいあのレバノンで内乱が起きた時に、はい、あじゃあこれは PKO でアメリカがイスラエルと協力して一、はい、つイスラムの原理主義者をし、はいあのはい、この、はい、ちょっと抑えましょうと、はい、海兵隊を送って、はいまあ、アメリカが来たからみんな沈まるだろうと思ったら、はい最初の大規模な自爆テロかな、はい、トラックにダイナマイト満載して寄宿舎に突っ込んで、はいはい、すごいいっぱい死んだんですよ、はいはい、それで撤退しちゃったのね、はい、あそこから始まったんですけど ね、 あののねそこからね、はい、要はノーバディインチャージっていう、はい、誰が相手なのかわからないもうわからないもう、うん、だからもう昔の戦争とは決定的に違うんですよね、うん、あの降伏させるってことができない状況になっててそれなのに爆撃すればいいんだっていうのトランプは言ってるからだから何をどこをっていう問題は彼はよくわからないんですよすごいえサウスパークの本物版みたいな実写版みたいな感じなんですけどすあのサウスパークはこれをどう扱うんですかあサウスパークはまだドナルド・トランプやってないのかな、ま、誰も追いつけないよね、まあまあ、ドナルド・トランプ自体がもうサウスパークみたいなものなんでねまさにその通り、うん、ちょっといじってもしょうがないところあるんでしょうねすごいね、はい、いやあのなんかブルース・ジェンナーという、はいはいアスリートがスターの、はい、アメリカのスターアスリートが、はい、性転換をして女性になったので、はい、それをサウスパークがタブーなしでいじったっていうことがニュース記事になってたのを読んだんですけども、はい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 、そうすると逆に彼もすごいですね、はい、でもそうするとサウスパークはどっちかというとリベラルの中の慣れ合いの政治的正しさ、はい、ポリティカルコレクトネスを打ち破り続けているんだけど、はい、現実の世界でもっとすごいモンスターが徘徊してしまっている、はい、今どうやっていじろうか考えてると思うんですけどね、はい、ブルース・ジェンナーもすごいですけどね彼は要するにまあ五種競技だっけデカスロンかなんかですよね、うんうん、すごいすごい、うん、で、まあアメリカの昔シリアルのボックスになってて、はいはいはい、僕ティーネージャーの時に、はいはいね、ティームだったかなんかそういう、はい、あの玄米系のシリアル食べる時に目の前にずっとブラスジェンナー、はい、男だった頃に走っている絵とかあったんですよ、はいはいはい、表紙になってたからもうナショナルヒーローで国民的英雄だったですねその頃まだソ連があったのかな、はいソ連に勝ったんですよねところが突然あの私は心は女性だって言ってこれをここ2、3年ぐらいこの間ですあこの間だよね、うん、ついこの間突然なんていうかね、まあ、女の人になったんですけど子供が10人もいるんですよわーなんかそうそれでねやるだけやってそう男に飽きたっていう感じですね男でいることに満喫した満喫したんですかねお引っ越しみたいただ別にあのなんていうかゲイではないんだとで女性を相変わらず性的には好きなんだって言ってるんですよ女性になったけどあそかあのねやっぱり僕日本に長くいすぎて時代に遅れてるというか、はい、あのね日本はね今やっと LGBT っていう言葉をテレビ局のディレクター、はい、若手だったら分かって、はい、若手が上に説明してるんですよ、はいはいだからセクシャリティとジェンダーが違うから、うん、彼はそのジェンダーは女性だったんだけどセクシャリティ的には女性を愛する人なんですよ、うん、ただそれをヘテロというかその何と呼んだらいいかよくわからないもうすでに女になっちゃったからああの今ニコ生に打ち込んでる皆さんもですね、はい、いろいろと混乱したレスポンスがあって、はい、誰一人把握できたいのが把握できてないのがよくわかります、はいはい、あのしかもブルース・ジェンダーって、ね、カニエ・ウエストの義理のお父さんだったんですけど義理のお母さんになったんですこの間、はい、お母さんと呼んでパパと呼ばないで、はい、パパと呼ばないでそれはママだから古いですねそれすごく古いネタですがいや分かるんだけどでも、はい、あれがこういう意味を帯びるとはね、はい、すごいカニエ・ウエストもさすがに困ってると思いますようわー、はい、すごいちょっと、はい、あの頭の後ろがちょっと熱くなったんですけど今物を考えて、はい、あのそれでね一方そういう要はねあの英語でリグレッシブっていう言葉があんまり使われてないけど、はい、リグレッションっていうのは後ろに後ずさりして時代が戻っていくっていう、はい、プログレスの逆、ね、そうでプログレッシブはいるんだけど、はいはい、同時進行でリグレッシブもいるってことですよね、はいはいはい、そのドナルド・トランプとかドナルド・トランプとかそうですね、はい、ドナルド・トランプはでも前は民主党支持でヒラリーの応援とかしてたクリントンの電子支持者ですよねもともとマジっすか、はい、なんでそうなるのわからないですね急にもう右から左に行っちゃったからだから共和党側は彼はその民主党からそのなんか派遣されたその共和党の候補者を潰すためのトロイの木馬じゃないかっていうふうに言われてるんですよ共和党側からはい、いやトロジャンホースっていうんですけど
その要するにもう共和党側 の、 その保守的な人たちの支持を全部トランプが集めて、で他の共和党候補たちをまあすっからかんにしようという作戦ではないのかというふうに。なるほど。あのね、昨日民主党と紛糾して国会でも乱闘騒ぎがあって、はいはいはい、その乱闘のそのあでやかな様子とか写真やコラージュがすでに出てるのね。はい、こうやって殴ってる瞬間、まあ殴りかしてとか、こうやって、はい、なんかコークスクリューでやったらこうなったのが、はいはい、それを誰かがあの分析したら黄金比になってたんですって、はい、キリストの絵みたいに。だから日本は何をやってもすごいなみたいな。そういうコンスピラシー。最後の晩さ、はい、そうそう、黄金比のね、あの、はい、あのなんかそういうあのそういう貝の、はい、うん、渦巻きになってたのね。いや、はいはいはい、何をよく忘れたわ。比較を重ねていくやつですね。うん、そうそうそう。はいはいはい、それでこう、はい、なんて、あ、そう思ったのは、はい、これ民主党そのものが自民党を勝たせるための壮大なトロイの木馬なんじゃないかって。あ、だって投票するの？はい、飛びかかる議員に、いや、はい、素晴らしい、あの先生は素晴らしい、もう来年はぜひって、いや、もちろんガチンコの人はいるし、はい、そういうマインドセット、そういう考え方をする人は実はジーザスキャンプと近いと思うんだけど、はいはいはい、ただあれを見てね、はい、やっぱりこう真ん中にいる人はかなり後味悪かったと思うんですよ。だからそれを正義のためとか戦争を止めるためって言ってるんだけど、はいはいはい、僕から見るとやっぱりトロージャンにもちょっと見えちゃったりとか。乱闘するのって結構アジアだけじゃないですか。台湾も韓国も確かやってると思います。しますよね。はい、で中国は乱闘する議会がないから大丈夫。議会そのもの、議会政治がないから、うん、あの消えてるから。例えばイギリスの議会ってのは本当に紳士的ですよね。それはなんでなんですか、逆に言うと。あれはまあ貴族院があって、あとやっぱり議会っていうのが、まああのまあ、向こうでなんか交通違反とかで捕まったことないですか。交通違反とかで捕まったことないですか。ロンドンとかで、イギリスとかアメリカとか、ヨーロッパとかで、ね、まだまだない、まだ駐車違反とかないですか。そういう、駐車違反はあったかもしれないけど、あ、本当にチケット切られたぐらい。あ、そのぐらいですか。うんうん、法廷に行くとどんな小さい法廷でもやっぱりあのアンダーザゴッドですよね。はあ、はあはあはあ、向こうはあの 神の名のもとに、それで必ず宣誓させて、でその場合聖書じゃなくてもあなたの信じる神でと。でつまりこの場っていうのは法的な場とか議会っていうのは神聖な場で、はい、で時々イスラム系の議員の人が議会に入る場合もちゃんと、まあ、コーランに誓って始めるんで、つまりもう絶対にこれはもう国っていうものと直結してる神聖なるところだから、うんうんうん、もうそんな下品なヤジであるとかあの喧嘩とかはありえない世界ですよ、うんうん、欧米の議会は。もともと国家っていうものは要するに、まああのまあ、王権神授説みたいなのがありますけど、要するに、まあ、神がいて、うん、誰だか分からない全能の神がいて、うんうん、で本当はそれが、まあ、イスラムもそうですけどユダヤもそうですけど、本当はそれが各国家を治めるべきなんだけれども、うん、全世界を。でもそれが可能でないから人間がその神の権利をいただいて、うん、委託されてね、委託されてやってるんだっていう考え方は国家論ですよね、はい、それは、まあ、あのユダヤ、キリスト、あのもうイスラム全部そうですけども、はいはい、だから議会本当に神聖なんですよね。ところが教会と同じぐらい、教会と同じなわけですよね。たまたま神様がやってないだけで代わりにやってますよって世界だから。でもアジアはその感覚ゼロですからね。すごい。だからいくらでも怪我するんですけど、だから、まあ、本当はでも代わりに天皇陛下がいらっしゃるんですけど、議会には、うん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 、まああんまり気にしてる人がいないので、議会の中に神様留守ですって誰か書いた。そうか。でもやっぱ考えたら、うん、天皇陛下の前でお前人をやじるのかっていうのはちょっと考えた方がいい、ね。まあ、片手で手紙を渡した人がいた段階で決壊しちゃったような気もするんですけどね。あのそうね、いやだからね、あの、まあ、決壊っていう言葉僕自分で使ったんだけど、はい、最近大雨ありましたけど、あのね、なんか決壊してる、はい、ちょっとここ数日感じた。あ、はいはいはい、うん、危機感とともに、はい、あのあんまり世の中にそこまで僕深くコミットしない生き方してきたんですけど、はい、今回は憂慮しましたね。あ、まずいな、なんかまずいことが起きてる気がする。はいはいはい、うん、でしかも両陣営にいる人たちがだんだんとエクストリームになって、はいはい、自分の正義をそれぞれが信じて疑わなくなってるって感じ。あ、うん、はいはい、今あのドナルド・トランプがあの共和党では人気がトップなんですけども、まあ、民主党側はヒラリーと言われてますけど、ヒラリーの2番手っていうか、この間あの人気投票でヒラリーを抜いた候補もいるんですよ、民主党側で。ほう。それはバーニー・サンダースっていう候補なんですけども、はいはいはい、バーモント州の、まあ、上院議員なんですが、彼は民主党員じゃないんですよ、彼も。はあ、インディペンデント。インディペンデントです。で彼は自分はあの社会主義者だと言って、はい、あの
労働党党首の新しくなったコービン、はいはい、ジェレミー・コービンみたいな、なんか人民と共にあるジーパンの人みたいな。はいはい、そうです。そういう人です。もともとヒッピーの人 で、その人が一時的に民主党のトップになったんで、その共和党のトップが完全にまあ右翼というか、まあ本当にどうしようもないドナルド・トランプで、うん、であの民主党側がものすごい左側 の、社会主義者のバーニー・サンダース。ハードレフト。はい、ハードレフトとハードライトに分かれちゃったんですよ、アメリカ。これはじゃあ、あの一言で言うと、はい、ポピュリズムが浸透しているということでもあるんでしょうかね。でね、はい、そのポピュリズムの温床というのはもちろんあのどの政治もね、例えば日本も戦前とか明治維新の頃から、はい、いわゆるちょっとでも発言権があったり表現の自由が、はい、集会の自由を認めた瞬間、そこにはもうすでにポピュリズムが登場するんですけど、はいはい、アメリカでいかに宗教と政治とポピュリズムが、はいはい、こうなんていうか3色のソフトクリームギュラッみたいなふうになっていくかっていうのが、最初にご紹介するジーザスキャンプですよね。ああそうですね、はい、であのアメリカ の宗教分布みたいなことを、はい、あの皆さんにちょっと最初に紹介しておくといいと思うんですけれども、ああ、はい、あのアメリカはキリスト教8割にイスラムが 5% であとは無宗教みたいな、そういうステレオタイプじゃないんだよね。キリスト教の中にいくつもありますからね。はい、はい、でアメリカはもともとその、まあ、あのヨーロッパというか、まあ、あのイギリスから来た、キリスト教徒たちが中心になっていったところなんですけども、その後にそのアメリカ独自の宗教というのが、まあ、出てきたわけですね。そのバプティズムであるとか、まあ、いわゆるその大覚醒運動というのはアメリカで、まあ、何回も今まで起こってまして、クリスチャンリバイバルが、でそれは完全にアメリカ独自の運動なんですけれども、でその人たちが今人口的に一番多いですよね。なるほど、はい、じゃあそうすると最初によくあの、まあ、薄くアメリカを学ぶと、はい、正教徒がイギリスから来ましたって言って、はい、その正教徒が行った背景も実はドロドロなんだよね、イギリスは。ドロドロですね、めちゃくちゃ内乱あって、はいはいはい、それはねアメリカ人都合よく教わらない、はい、あ、そうですか。あのね、メイフラワー号でプリモス、綺麗な話だけ聞くんですね。で、ノーブルサベージことインディアン、はい、あの高貴な野蛮人が助けてくれました。先住民が助けてくれました、はいはい、それでサンクスギビングがあって七面鳥ですと、はいはい、それで急にボストン茶会事件ですよ、はいはい、で我々は理不尽なタックス、はい、タクセーションに、はい、あの抵抗して、はい、正義があって、それであのフィラデルフィア憲章 で、はい、であっという間に1776年で戦争を勝って、はい、なんか真珠湾で日本を破ったぐらいにシュッみたいな、まあ、ほとんどはみんなそのピューリタンが、まあ、あのアメリカの一番あの北の上の方に着いた人たちがアメリカを作ったというふうにアメリカ人もなんか一応学校で教えられるんですけど、まあ、共有されてる神話ですよね。共有されてるんですけど、うんうん、実際南部の人たちは全然関係ないルートから来てるんですよ。私の父親の、はい、先祖がそっちのルートなんです、はい、あのロバートソンってスコットランドの名前なんです。あ、そうなんですか。スコットランド王室が入植者を募って、ああそうなんですか、入植団を何回かに、いわゆる満州みたいな感じで発見したの。最初はアイルランドに行った、スコットランド、アイルランドの北部に行った、ね、最初はね、そのロバートソンの一族は、はい、確かね、サウスカロライナとジョージアのあたりにタバコとか茶畑で派遣して入っていって、ね、はい、一部はテキサスまで行きました、はいはい、でなんとその一族がさまざまな数百年300年のリバイバルを経てですね、はい、とっても遠い親戚が、はい、パット・ロバートソンです。あ、何をかそうなんです、大物ですね。大物これで大物なの。そうなんですか。そうなの。あ、本当にとっても遠いけどね。あら、あのだから、あ、日本でもアメリカ人でもあんまり見ないことにしてるんですけど、その南の方に入ってきた人たちは宗教的理由じゃなくて、まず最初に入ってきたのはお金目当てと、うん、あと土地がなかった、貧乏だった、居場所がなかった人たち、そうそうそう、あと、まあ、ジャガイモが取れなくなってジャガイモ基金とか、うんうんうん、経済的理由がほとんどで、南部に入っていってるんですけど、で綿を作ってたんですよね、プランテーション で、はい、奴隷労働を使って、だから全然宗教的な人たちじゃなかったんですけど、その南部の人たちは。ところが、まあ、大覚醒運動、リバイバル運動が何回もあって彼らはクリスチャンになったんですけど、きっかけはなんか経済的な困窮とかですか。経済的な困窮です。完全に経済的な困窮で、具体的には南北戦争ですね。南北戦争で南部は経済的な基盤を破壊されたんで、みんなド貧乏になってしまったと。うちの親戚も確か南部連合旗を時々飾ってました。あ、そうですか。神棚にお餅を飾るような気軽さ で、 そうです。あのなんか奴隷制時代は良かったみたいな、あのちょっと斜めの、はい、あのこの前サウスカロライナで、はい、あの乱射事件が起きた後でこれ撤去しましょうってオバマが言って、はい、撤去したのありますよね、はい、あれが普通にスーベニアとして、ね、はい、出回っているんで、ロバートソン一族も全員じゃない、はい、もちろんないですけど、はい、
一部の辺境にいる人はやってますね。あとバンパーステッカーで貼ってある、はい、ああやっぱりそうなんですね、車の後ろに あとヘビがトグロを巻いて、はいはいはい、俺を踏みつけるなよっていう、はいはい、ドントトレッドを見て、はい、ドントレッドを見て、ね、そうそうそう、黄色い旗ですね、そうそうそう、はいはいはい、あれも南部の旗ですよね、あれ南部の旗になっちゃったですね、あれは独立戦争時の旗だったんですけども、あ、そうだったんですか、イギリス政府に対して言ってる旗だったんですけど、それがいつしか南部が北部に、いつしか南部の、あ、そう、連邦政府に対する反逆の旗にいつの間にかなってったんですね、なんだすごいな、はい、それでね、だから、はい、そのアメリカっていうのをあの理解するときに、外から理解するときに、はい、宗教マップとそこに強い影響としている歴史、はい、南北戦争ですよね、南北戦争ですね、と奴隷制のあれね、奴隷制で、はい、うん、で、まあ、あのバプティズムっていうそのアメリカ独自の、まあ、宗教が中心になってたんですね、最初のバプテスマだと思うんですけど、日本語ではよくバプテスマとか言ってますよね、はい、バプティズムは、はい、ジョン・ザ・バプティストの川でイエスがなんか使って洗礼を受けたんでしたっけ、はいはいはい、新約聖書に出てくる、はい、うん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 、それをまあ一人一人の信者に対してまあ行うという洗礼っていう儀式ですよね、うん、はい、で川でやる場合もあるし、はい、あのお風呂に水を溜めて、はい、服着たまんま、はい、お風呂にこうやってずわーって入ってこうダンクするんだよね、はいはい、それでなんかブクブクブク、別に溺れるとかそういう臨死体験とかじゃないんだけど、はい、もう水なんか髪の毛とか普通にセットした女性がドレス着たまんまこうやって入ってって、はい、水ぐちゃぐちゃになりながらまた出てきて、はい、あ、1回ですか、1回じゃないのかな、でなんかいろいろ言うの、もちろん儀式とか In the name of the Holy Spirit とか、まあ、それはやってますよ、西部劇見るとよく川でやってるシーンが出てきますよね、あと禁酒法時代とかあの大恐慌時代のものすごく、まあ、みんなが貧乏になっちゃった時に、それをやってるシーンとかよく映画の中に出てきますけどね、そうするとこれはちょっともしかしたら短絡した考え方かもしれませんけど、はい、推理として、はい、アメリカで何回かとっても大きな大覚醒の波が来たのは、はい、決まって何か経済的にきつい時に、はい、失業者が増えた時失業者が増える、はい、よし宗教だそうなんですよ、ところがよし宗教だって終わるならいいの、はい、ところがその何が大覚醒、何がリバイバルなのかっていうと、今はそもそもこんなに貧乏になったのは、はい、国と政治が間違っていて、クライスト、キリストから離れたから、はい、そうなんです、宗教と政治を分離したからこんなことになったんだ、はい、そうなんです、アメリカはソ連に舐められている、はい、その他ですよね、はい、でまあ、南部と中西部の人たちは、まあまあそのまあ、いわゆる全般的に、まあ、バプティズムだけじゃなくていくつか分かれてるんで、まあ、それひっくるめて福音派と呼んでるんですね、エヴァンジェリカルな人々と呼んでて、でエヴァンジェリカルな人々ってのは具体的にはそのバイブルを、まあ、聖書をその時期通りにあの書いてあることを全部事実と考えると、そうすると一番最初によくぶつかってくるのが進化論、はいはい、ダーウィンは最近の考え方ですから、はいはい、その何億年かかけて、はい、あの生座あの適者生存、はい、適者生存だよね、はい、サバイバルオブザフィッテストが、はい、何を言ってるんだと、はい、昔は人間も、はい、恐竜も並んでエデンの園にいたんだぞ、はい、みたいな、はい、テーマパークがあったりしますよね、はい、あの行きました、はい、行きました、はい、シンシナティにあるんですけどね、はい、あっちの方に、はい、まあ面白かったですよ、でもそれは来、はい、てる人は結構アーミッシュの人がかなり来てて、アーミッシュ、あのアーミッシュがバスに乗って来てましたね、はい、アーミッシュってでもバスじゃなくてあのなんか荷車とか馬車に乗るんですけど、 バスに乗るのはいいんですよ、あ、いいんだ、自分が運転しないから、あ、バスをチャーターして乗ってくるんですよ、ゾロゾロゾロっとアーミッシュの人たちが降りてきますよ、なんか肉は殺生だけど、はい、ちゃんとお祈りを捧げて殺したのは OK みたいな、そういうちょっと抜け穴みたいな感じなのかな、これは、それとも違うの、アーミッシュが自分が運転しなければいいっていうことみたいなんですよ、ただ彼らは結構運転できるんですよ実際はそれはあ、それはあの要するに成人するとき16歳になるときに、うん、アーミッシュになるかアーミッシュ以外の人になるかっていうなんていうか選ぶ期間というのがあって、うんうんうん、選ぶ期間というのは長さが決まってなくて、選ぶ時がその自分が決めた時までがその選ぶ期間なんです、使用期間なんです、その時はあの自動車の免許を彼ら取るんですよ、遊ぶためにで、セックス、ドラッグ全部 OK なんですよ、殺人がほとんど OK、 ただそれはアーミッシュの村が OK って言ってるだけなんで、地元の警察は怒り狂ってますね、はい、だからはい、すごい、それでアーミッシュってすぐにわからない人のために説明すると、はい、ペンシルバニア州とかインディアナ州、インディアナ州の、はい、かなり田舎に、田舎にコルホーズっていうか、その自給自足農業をやって暮らしてる村があるんですよ、ね、でしかも格好も、はい、なんか200年前の格好をして、
1700年代だから200年以上前かな。の格好してるんだね。はい、そうです。で、ひげが男の人たちは結構伸ばしてる人がいて。結婚した人は全員男はひげを伸ばさなきゃいけないんです。はあ、戒律がいろいろあるんですね。戒律がすごく厳しいんですよ。あとボタンがダメですね。服のボタンとかこういう胸ポケットがダメなんですよ。飾りだから。虚飾だって、要するに、まあ、贅沢だってことで全部ホックなんですよね。贅沢を排除するのはやっぱり信仰でそれだけ神に近づくためとか。そうなんですよ。だからカルビニズムってやつですね。あのスイスのカルバンが始めた、もうとにかく聖書に従って生きて一生懸命その功徳を積めば天国に行けるっていう考え方。逆に言うとね、はい、今のアーミッシュの人たちを見ると、はい、何百年か前かはそうだったってことなんですか。スイスとかでスイスの、まあ まあ、そういう人たちがいたってことですよね。そうだから言葉も一応ドイツ語なんですよ彼ら。あ、本当。そうなんです。あ、ごめん、僕アメリカ全然分かってないわ。英語喋らないですよ彼ら。いつの時代のドイツ語だから、それこそだから300年ぐらい前の、200年以上前のドイツ語をそのまま使って。今のドイツ人と話通じない。多分通じないんじゃないのかな。かなり違うと思いますよ。オーマイガー、はい、ちょっとだんだん300年前日本江戸そんなもんですよね。第何代江戸時代ですよね。江戸時代の生き方を貫いてるんですよ。ただインチキが結構あって、自家発電だといいのかな。なんか電気使っても工事ね。そう、自家発電でファミコンとかはやってる人がいる結構こう抜け道はある。ハイブリッド車、ハイブリッド車は下向きの時はガソリン食わないで勝手にチャージしてるからいいみたいな感じいいみたいな感じ。上りはいいけど下りはハンドル変われとか。そうそう、ただね、絶対ダメなのは避雷針なんですよ。避雷針がダメ。避雷針はアーミッシュは絶対に許されないんですよ。でどうしてかっていうと、避雷針は雷避けるじゃないですか。キリスト教の正しい考え方で雷っていうのは神の裁きだから、うん、それを避けてはいけない。歯を食いしばって受けなきゃいけない。だからもうそれは雷に打たれて死んだら、それは神のそれ裁きだから受けなきゃいけないんで、避雷針は神の裁きを避けるから、うん、避雷針が禁じられてるんです。すっげえ、はい、それでクエーカーもいるし、はい、今は亡きシェイカー、はい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 、要はコロニーですよね。どっちかというと、はいはい、ちょっと農村で修道交代を作っていく、はい、都会にいない人たち、はい、あとはモルモン教。はい、モルモン教ありますね。モルモンもちょっとかなり特別な経緯で、はい、アメリカで始まった。アメリカで始まった宗教ですけども、うんうん、アメリカ政府と激しい戦争を繰り返してましたよね。で、アメリカ人に対する虐殺までモルモン教徒はやってますよね昔。すごい。で今はユタ州が結構強い。ユタ州になるときは、ユタは要するに外国だったモルモン教徒の領土で、アメリカ軍とずっと戦争してて、アメリカ合衆国ユタ、アメリカ合衆国対ユタ国だったんですよ。ずっと戦争していたんですよ、ね、激しい戦闘。すごい、はい、今日僕ね、アメリカ史を、はい、中1のアメリカ史、はい、副読本1って感じの気分でなんか1学期ですね今日は。いや素晴らしいです。なんかこれだけでこの番組完結したような気がするけどもっとすごいコンテンツがあるんだよね。これから見ようとしている作品、ジーザスキャンプというドキュメンタリーなんですけども、はい、これどんな作品なんですか。はい、これはペンテコステ派というですね、その福音派の中の、まあ、1ジャンルがあるんですけども、その、まあ、ペンテコステ派の、まあ、牧師の人たちが子供たちを、ね、に正しいそのキリスト教、まあ、キリスト教原理主義を教えるための、まあ、子供キャンプを開いているんですけども、うん、そこにカメラを持ち込んでドキュメンタリー作家たちが、どんな風な形で子供たちにその、まあ、宗教的な洗脳を行っているかっていうのを暴いてしまったドキュメンタリーですね。まあ、これはブッシュ大統領の頃の、なんていうか、まあ、ドキュメンタリーなんですけど、その頃ブッシュ大統領がその同性婚って、まあ、セームセックスマリージありますよね、うんうんうん、それを憲法で禁止しようって言ってたんですよ。あ、要するに男と男、女と女の結婚に関してそのアメリカ合衆国憲法で禁止しようみたいなことを言ってたんで、彼らがブッシュ大統領はその福音派の正しい大統領だ、みんなで拝みましょうって子供たちに拝ませてるんですよ、ブッシュ大統領の立て感を。あ、薬屋の前にあるような。ね、今夜ね20時からこれが流れますからぜひ見てください。いやそれで、はい、そのうんすごい。あとだからこれ子供たちがこう神様を拝みながらわわわわわわとか言ってるんですけど、そうペンテコスタル のスピーキングインタングズですよね。舌が勝手に動いて、そう威厳というんですけどね、はい、威厳、神がかりで神様がついて異なる言葉、そう異なる言葉を言ってると。
それ日本語に翻訳した人、はい、本当に困っちゃう感じですよ。日本にもあるんですか、なんか物が取り付いて神様の声を。ああ、それいっぱいありますね、信仰宗教。信仰宗教、例えば大本、はいはいはい、明治に、出口の直というおばあちゃんが、はいはい、文字が読めないはずなのに、はい、筆を握ってガ、はいはい、ーってやると、はいはい、そこに神の言葉があった、お筆先、はいはい、お筆先ですね、お筆先、はいはい、まあ、同じようなものですね。はい、それを、教祖が一人でやってるんじゃなくて、全員にやらせる、全員が信者全員でやるんです。一斉にわわわわってこう、はい、なると、はい、それでもう一つはその要は威厳を、はい、あらららららってこう、まあ、はい、喋るんだけど、はい、同時にちょっと今映ってましたけど、はい、床に寝っ転がってあうあう、あれはあうあうっていうのはどういう現象なんでしょうか。あれは神様がついて痙攣を起こしている状態ですよね。あれは結構まずいですよね。ねえ、ギリギリのものだと思いますけど、ね。ギリギリ。はい。やっぱり世界の宗教にあるかな、トランス状態っていうのは。宗教的、まあ、エクスタシー、まあ、エクスタシーって言葉自体がね、本来宗教的な放悦の状態ですからね。まあ、カトリックでもありますしね。スーパーハイミーにちょっとだけ引っかかるんですけど、もともとそのエクスタシーの語源近くのね、古代ギリシャにはさまざまなカルトっていう言葉 の、はい、語源であるカルタス、はい、カルトがいっぱいあって、はい、それぞれの結社の中で、はい、だいたいそのナチュラルな薬物を蒸留して、はい、エロイソスの秘技とか、はい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 、いわゆる LSD の原料が入って、はいはいはい、大変な死を経験する、はい、秘技があって、はい、で錯乱して発狂しているのをみんなで抑えて、はい、イニシエーションっていうのがあったわけですよね。はい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 、神殿とかでその、まあ、その巫女さんたちがそういう薬物をね、煙で吸わせてみたいなことあったらしいですけどね。いや、だからね、要はそういう薬物っていうのは薬物本来が目的なんじゃなくて、はい、その酩酊によって、はい、異常な意識に持っていって、はい、扉を近くの扉を開き、はい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 、で神とつながりたいわけじゃない、はいはい、で例えばシーア派の人たちがイラクに、はいはいはい、巡礼をして、はいはい、やっぱり外から見るともう怖い、はい、こうやって自分を鞭で打って血だらけになる、はいはいはい、あれカトリックでもやりますね。カトリックも血だらけやるの？カトリックはほらこうロープみたいので自分を打つやつがあるじゃないですか、はい、カトリックの文句の人たちが修道院で、ね、あれは結構世界中に、でもそこそ日本でも修験道とかであるから、あとアメリカ先住民の人たちが好きじゃないですか、自分を拷問する。これそうです、サンダンスとかから、ここにグワッて刺して胸の、あれは肉まで刺すの？胸の肉を刺す、釣り針みたいなやつで刺して、で鍵針でグワッていくつも刺してぶら下げるんですよ。ぶら下げるんですよ、こうやって体重を。僕なんかオーバーウェイトだから絶対ブチってなるよね。もうちょっと痩せてちゃんと絞ってからやりなさいみたいな感じで。怖いっす、あれはね、こう皮をこうやってこう釣り針みたいなところで針で刺して、でぶら下げるのもあるんですけど、木の枝みたいなものにこうつけるやつもあるんですよ。であれブチッとちぎれるとこまで引っ張る。あ、ごめん、ちょっとやばい。俺そういうのやばいんですよ。あれはアメリカ先住民のやつですね。何族って決まってるの？いや、いろんな部族ごとにありますよね、やり方が違うんです。でやったやつは偉いんですよね。そうで、もっとひどいのありますよ。だからサウナがもともとアメリカ先住民にとってのサウナっていうのはその我慢大会ですから、要するにサウナの建物を作ってそこでもってガンガンやって、うん、完全に頭がもう朦朧とした状態でその神を見るみたいなことで、サウナってそんな地獄みたいな危ないものだったのかと思うけど、まあ先住民はそうやってやってますよね。だみんな同じですよね、脳を異常な状態に持ってくって痛みとか、うん、ね、そういったもので、まあ、極端な状態ですよね。ところが不思議なのは、はい、大人がやるとね、まあその、はい、苦しみだったり、はい、やけどとか、はいはいはい、薬物とかね、はい、なんか伝統的な気がするわけ、はいはいはい、ところがこの子どもたちは純粋に、はいはい、なんて言うんだろう、暗示っていう言葉もすごく薄っぺらで、はい、そういう呼び方もしたくないんだけど、はい、何かがそこで起きて、はい、伝染するようにうわーっと来るわけですよね。あれはいわゆる集団ヒステリーでしょうね。痙攣してるのがやばいって言ったのは、あの手の集団ヒステリーってヨーロッパで中世紀に大量に起こってるじゃないですか。いろんな修道院とかで集団ヒステリー事件が起こって、で一番有名なのはフランスで起こったそのルイ14世の時かな、うん、ルーダンの事件っていうのは、その一つの修道院に入ってた尼さんたちが全員がああいう痙攣を起こして、で悪魔とセックスしたって言って、でその悪魔払いの儀式をやったらエロかったんで、お客さんがいっぱい見に来て観光名物になったっていう。だって何したかというと、海女さんたちを干潮したりしたんですよ。ああ、
お客さん見てる前で。その干潮をするとデビルっていうか悪魔が出てくるとかね。うんこだけじゃなくてね。そう。いやん、あのそうなんかコーヒー館長がアメリカの一部で流行ってて、ジャネット・ジャクソンもそれを昔ニューズウィークで平気で、私気分が落ちた時はコーヒーで館長するの本当スッキリするわとか言って日本語になった記事を読んでて、何考えてるんだみたいな、ね、なんでセレブリティはコーヒー館長するんだろう。ね、これだんだんあのアメリカのキメルっていう番組に似てきた。ああそうですか。あ、ジミーキメル。そう、この会話アメリカの夜のコメディーショーに似てきた。これやばい。あのすいません、あの、はい、いや分かった。それで、はい、それで要は、はい、ただそういう集団ヒステリーも含めた、はい、まあ本当にそのもうある意味レッドゴーした状態ですよね、はい、そうですね。もう自分で自分の自制心をなくして、はい、子供がブワーッとなっていて、はい、でみんなしかも別に、はい、あのなんだろう、東洋的だなってかだなカルトだったら、はい、大体みんなで集団行動みたいに同じことをやるんですけど、あ、そうですね、この人たちみんなバラバラに、はいはい、一斉にうおーってなってて、まあでも今あのレイゴーって話しましたけど、はいはいはい、全然関係ないですけど、あのアナと雪の女王の主題歌ってレリゴーじゃないですか。あれ日本でなんでありのままになんですかね。あれは全然意味違うやつね。あれ多分ね、レリゴー分かんなかったんだと思う。分かんなかったですね。いや、だからレリゴーって言った時に、はい、アメリカだとクリスチャンのバックがあるとレリゴーって意味違うじゃないですか。はい、はいはいはい、もうだから要するに、まあ、自分の自制心とかを取っ払って周りのことを気にしないで、まあ、本能に任せるみたいな意味ですよね、うん、レリゴーって、うん、あと、まあ飲みに行った時よく使いますね。さあもうバッとぶっちゃけていこうぜって時レリゴーな感じですよね。そうですね、はい、うん、でも全然あの歌違う、ありのままじゃないだろうとか、ありのままでってちょっと違う、こうみんなでいたわりましょうみたいな感じで、そうちょっと控えめですよ ね、 ね、うん、だからね、あのアメリカが例えば、いやこれすごく暴論になっちゃうかもしれないけど、はい、どうしてアメリカって大味でその外交でも暴力的な側面があるのかっていうことをね、はいはいはい、とかドナルド・トランプの暴言が受けるのかっていうこと、はいはい、何かここで子供たちがレリゴーして、はい、そんな幼少期のインプリントされたら当然すごくなるじゃんみたいな。まあでもそれは本当にそのエヴァンジェリカルなあの福音派の人たちだけなんで、うん、だから先ほども言ったんですけど、福音派の人たちっていうのはそのイギリスから来たそのピューリタンと違う家系の人たちですよ。あの、まあ、血統的に違う、あのまあさっきのスコッチアイリッシュの人が多いですね。ただこの、ペンテコステをやっているそのあのフィッシャーさんというおばさんは、フィッシャーさんって名前で分かるようにジュイッシュ、ユダヤ系ですよね。回収したユダヤ人、回収したそのボーンアゲインと言われるあの人たち。これもアメリカですよね。ボーンアゲイン、ボーンアゲインというのはアメリカですね。二度生まれる、生まれ直す、はい、一応最短とかそういう感じになるのかな。ですね、うん、はい、要するにキリスト教徒としてもう生まれ変わるっていうのをやるんですけど、それは結構獣医師の人とかカトリックの人たちに結構いるんですよね。生まれ変わっちゃうんですよ。もう自分それまでの宗教を捨てて全然違う人になるっていう。あ、そうそう、だからね、なんで生まれ変わるのかっていうと、もうそのリセットなんだよね、はい、リセットなんですよ。なんか3つぐらい Windows のキーを押してリセットした感じで、はい、本当にポーンってリセットしちゃう、はい、そうなんです。人格も変わる、はい、だ結構いますよ、有名人とかでもね、あのそうなっちゃった人とか。トム・クルーズのサイエントロジーとか。トム・クルーズのサイエントロジーは、まあ、あのボーンアゲインと違いますけど、ボーンアゲインみたいなものみたいなみたいな、だからイニシエーションがあるから基本的に一回死んで生まれ変わるんですね、別の宗教に入るときは、どの宗教もね、はい、それであの要はこのドキュメンタリーがですね、追跡している背景っていうのは、はい、まあ、その表立って映るのはいろんな議論、賛成反対の議論と、はい、子供たちの日本社会から見ると常軌を逸した行動なんですが、はい、要は一番の背景というのは、これが最後は一つのフォーカスのあるベクトルとなって政治に向かっていくという。はい、はいはいはい、そうなんです。だからあの結局人数が多いんですよね。福音派っていうのはアメリカの中で、まあ、大体3割ぐらい、アメリカ人の3割ぐらい、3割までいっちゃった、3割ぐらいまで、3割弱ですね。だから、まあ、集団としてはものすごく大きいから、それを、まあ、選挙にね動員すれば、票が動くわけですよ。で共和党はあのレーガン大統領の選挙の時、だから1980年の選挙の時にレーガン大統領はその福音派の人たちの、うん、望むように政治をしますっていうふうに取引をして、その時に共和党をその、まあ福音派の、まあ、推薦
政党として、まあ、位置づけたんですね。そのね、下準備の時期、僕はアメリカで高校生だったんで、はいあはいはい、アニタ・ブライアント。アニタ・ブライアントいましたね。はいはいはい。もともとカントリーシンガーでフロリダ出身のオレンジジュースのキャンペーンギャルかなんかやってたらしいのよ。はいはいはい、ちょっとマスコット的な、はい、あのアイドルっぽいシンガーで、はいはいはい、ところがボーンアゲインして、はい、あの彼女は何をやったかというと78年79年に、はい、その頃サンフランシスコなんかを中心にゲイカルチャーでカミングアウトをするという、はい、ハーベイミルクさんが、はい、あの市会議員になって、うん、で、まあ、サンフランシスコをゲイのなんていうかサンクチュアリっていうゲイの人がゲイでいられる街にしようということでやってる時に、うん、その学校の先生が公立学校の先生がゲイだっていうだけであの解雇されるっていう事件が起こってて、でそれに対してハーベイミルク市会議員が、まあ、戦ってたらそのアニタ・ブライアントっておばさんがキャンペーンしてそのゲイの人は学校の教師になっちゃいけないんだって、うん、子供にゲイを移すからそう移すか あの先生として潜り込んでいて、はい、工作員としてゲイの人口を子供の頃からグルーミングして増やそうとするんだっていう陰謀説に基づいて、はい、あのなぜかテレビにいっぱい出るんだよね。いっぱい出たんですよ、うん、はい、要はそこに周到な準備とお金がなければ、はい、あんなにあのおばさんがね、はい、そこまで出られるってことはなかったと思うんですよ。そうですね。彼女がね、当時のプレイボーイで、はい、堂々と正面突破で、はい、その大人のアダルト雑誌でインタビューを、はい、ロングインタビューを受けている部分があって、はいはいはい、私もセックスには肯定です、はい、行くときは神様と一緒に行くのみたいな俺15歳でオナニーしかやったことないのにアニタ・ブライアントの記事をこっそりお父さんのプレイボーイかなんかで、はい、盗み出して見て、はい、When you come with God って書いてあって次オナニーした時に Come with God するのかなと思ったらしなかったけどねやばいっす。それこそでも神への冒涜のような気がする気がしますよ。お神よ行くみたいな、ね、ちょっとやばい。アニタ・ブライアントはただそれであのゲイの人たちをもう要するに、まあ、めちゃくちゃ言ってて、うんうん、でゲイの人たちがやった復讐が、まあ、パイ投げですよね。あそうアニタ・ブライアントテレビの放送中にパイを顔面にベチャーとぶつけたっていうのがかっこよかったですね。それでね、それでそういう 、はい、下調べがあって、はい、あのあ下準備があって、はい、それがこうだんだん滑走路を行って、はい、結構な速度つけてレーガンがそうです、ね、アニタ・ブライアントが要はその、はい、クリスチャンリバイバルをものすごい焚きつけて、はい、そこにレーガンが入ってきて、はい、上手にゲイへの恐怖感とか、はいはい、アメリカはもっと強くないとソ連に負けるんだとか、はい、あの民主党のせいでインフレが起きたとかそれでグワッといったんですよね。まあ、カーター大統領が最初はその福音派の支持、政治家だったんですよ実際は、うんうんうん、民主党の方のジョージア出身の。ジョージア出身の、うん、彼南部だもんね。そうそう、カーター自身が福音派の、教会に入ってて、その家族全員で、だから最初福音派 その人口の 30% の福音派はカーター支持だったんですよ。ところがカーターがその大統領になったら、そのゲイであるとか、あと人口中絶であるとか、そういったリベラルな政治的な政策を取ったんで裏切り者だってことになって、じゃあ私たちのその票をどこに持っていこうって言ってたらレーガンが来て、私は福音派ではありませんが、あの福音派の人たちのおっしゃるその政策を取りますって言って、全部票をかさらってたんですよ。で再選もされますよね。されます。でそれからずっと共和党はあの12年間ブッシュ大統領まで、ブッシュの息子大統領までずっとその福音派の票をつかみ続けるんですよ。お長かったですよ。だから共和党は圧倒的に強かったんですよ。でそのレーガン そのレガシーというか、はい、そこで共和党 と、はい、アメリカ のキリスト教右派クリスチャンライトと呼ばれる福音派の、はい、いわゆる政治的に組織された人たち、ね、連合になるんですね。それがこうほとんど合体して一心同体になった状態で、はい、共和党の支配がずっと続き、はい、ブッシュシニアもあったし、はい、そしてその後今度クリントンを挟んで、はい、またブッシュジュニア、はいに戻っていって、はい、ジュニアもそれまでのレーガン、ブッシュシニアと同等に、はい、とても強く宗教を前に打ち出す。そうなんですよ。まあ、ブッシュ自身が本当にあのボーンアゲインを しましたから、だからアルコール依存かなんかでしたんでしたっけ。アル中だったんですよ。そうそうそう。その治療の一環としてね。そうなんですよ、うん、もういろんな治療したんだけどダメで、結局あのボーンアゲインして初めてあの先を完全に立ったんですけどね彼は。ただお父さんはあの、まあ、キリスト教原理主義が嫌いだったんで、あのブッシュのお父さんの方が。お父さんは CIA 長官だった人お父さんはあのブッシュの冷徹な人で、お父さんはあのいや長老派かなんかだったんですよ。はあ。だからそのキリスト教原理主義の人たちの支持を取り付けようとしなかったんですよ彼は。
だからあのクリントンに負けちゃったんですよ。お前、はい、だからその後クリントンの時はでも共和党あの議会の上院とあの下院の方はちゃんとまた動いて福音派が全部乗っ取って支配したんで、その大統領はクリントンだけども議会は完全にその共和党支配っていうふうになりましたよね。でそれがちょうどですね、2000年でしたっけ、その大統領選ブッシュが勝ったやつ、はい、2001年の直前ですよね。そうすると何が変わるかっていうと、はい、それまではあの70年代末から始まったこのキリスト教右派クリスチャンライトと共和党の一種の連携関係なんですけれども、はい、これがある意味少し成熟していってですね、はいはい、そこにさらに、電子メディアであるテレビが、はいはい、また上のレイヤーとしてかぶさって、はい、そこに出現するのがフォックス、はい、そうですね、はい、なんですよね、はい、でブッシュの時代にフォックスが、はい、これまでにないほど、はい、あのメディアと政治が、はい、癒着どころか結託っていうか結合、そうですね、した時代があった、はい、はいはい、フォックスっていうのはもともと昔からあるその20世紀フォックスっていうハリウッドの映画会社なんですけども、それをあのオーストラリア出身のルパート・マードックっていう大富豪が、まあ、買い取ったんですね、1980年代か。でその後その完全にその政治的なメディアとして FOX ニュースチャンネルっていうのを、まあ、90年代に始めまして、で最初はあの、まあ、人気もなかったんですけどケーブルテレビで、あのクリントンのモニカ・ルインスキー事件の時にモニカ・ルインスキーを朝から晩までやる、モニカ・ルインスキーはクリントンの、インターンの秘書みたいな感じインターンですね、はい、でホワイトハウスのあそこのオーバルルームの机の下で、はい、ひざまずいてフラチをしてもらったらしいっていう、はい、あの女癖がちょっと手癖があるんだよね、はいはい、ビル・クリントンはね、はい、でそれが明るみに出ちゃった、はい、うん、だからそれもイスラエルの仕込みだ説とかありますけどね、はい、でその時のモニカ・ルインスキー、その若いお嬢ちゃんと の,、はい、あのセックススキャンダルを、はい、フォックスは日夜やった、はい、もう朝から晩までやってて、他のメインのテレビ局が下品な内容だからやりたくなかったからあんまりやらなかったんですよ。でもフォックスだけはもう徹底的にそのもうフェラチオの話ばっかりしてて朝から晩まで、うん、で視聴率がフェラチオ大統領そうそうそうなんです CNN のだんだんキメルになってきてるから、うんうんうん、で CNN がその前トップだったんですけど、ケーブルテレビのニュース専門局はで、まあ、CNN を抜いちゃったんですよ。 CNN はそういうのは下品だからやりたくないって言ってやらなかったために、うんうん、でもみんな下品なものは好きじゃないですか。であと、クリントンが嫌いな人たちが、フォックスを見るんで、でフォックスはそれでクリントンがの任期が終わった時に、ブッシュ大統領が出てきた時にもうブッシュ万歳ブッシュ万歳っていうのを延々と繰り返していたと。要するに視聴率トップのチャンネルがブッシュ万歳をやってるから、で、まあ、ブッシュの、まあ、勝利にフォックスはもうすごい貢献したと言われてますね。でね、はい、興味深いのが、はい、確か1980年、はい、ですからその2000年の20年前に、はい、カーター・レーガンの大統領選があった時に、はいはい、ジョージ・ F ・ウィルという右派の政治コメンテーター兼アンカーが、はい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 、テレビのディベートをやったんだけど、はい、事前にレーガンと何を言うか打ち合わせてたんだよね、はいはいはい、で要はもうすごいバイアスをかけて勝たせちゃったんですよね。はいはい、比較的レーガンの言ってることが正しいように司会をしてたら中立じゃないんですよ、はい、レーガンを勝たせるために、はい、レーガンとつるんでいるジョージ・ウィルと、はい、司会者と、はい、カーターで、はい、絶対カーターは負けるっていうふうに仕組んじゃって、はいではいはい、何年か経ってそれバレた時に、はい、やったよでもアメリカのためだからいいじゃんみたいな、あ、はい、開き直って、はい、ただそれはいわばニュースという公明正大なメディアの中でタブロイド性排除して、はいはいはい、これからのアメリカにとっては何をすべきかっていうね、はい、カーター対レーガンのイデオロギー対立を多少バイアスかけて、はいはいはい、という程度なんですよ、はいはいはい、それと20年後のフォックスは全く次元が違いますよね。でもやってた人は同じなんですよ。レーガンの時 の, そのメディア対策をやってた人はロジャー・アイレスっていう男で、はい、それがフォックスの社長になってるんで、あそのルーパート・マードックが買った後のフォックス、そうです、だからレーガンのじゃ同じチームなんだ、同じチームっていうか同一人物なんですよ、仕掛け人が。いやちょっとはい本当ですか。でごめん俺やっぱ自分の国のこと分かってなかったわロジャー・アイレスって人はそのメディアによって政治を動かすシステムっていうものの何ていうか研究家なんですよ。でそれ本も一冊出してます、そういう、まあ、洗脳システムみたいなものに関して。俺様洗脳システムみたいなでなんか勝ち誇ってるわけ。そうですよ。でレーガンの時に彼はその、まあ、ブレーンとしてレーガンの政権についてそのテレビ対策とかして、ただその頃はそういったものを取り締まるものはなかったんで、ほとんど誰にも、まあ、チェックされなかったんですよ。でそのロジャー・アイレスはその後、まあ
あのブッシュのお父さんの時もその、まあ、インチキなその政治 CM を作るのを、まあ、後ろで糸を引いてた人なんですね。ですごく重要なのはそのレーガン政権の時にあのロジャー・アイリスがそのレーガンに押してってその日本にはまだあると思うんですけどそのテレビメディアのニュースにおけるそのなんていうか構成 BPO みたいな、そう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 、要するに、まあ、あのどっかの不偏不当 の、 その法則っていうのは決められ、はい、最近自民党がよく口にするやつですね。そうですね、そうニュースメディアとかテレビはその特定 の、 その政党とか特定のイデオロギーに偏ってはいけないっていう決まりがあったんですけれども、うんうん、それはその規制の一つだと、レギュレーションだから、ディレギュレーションしよう、そうディレギュレーションしようってレーガン政権の時それを撤廃したんですよ。で自分たちがやり放題になると、やり放題、政治的にどんなに偏っても良くなったんですよ。それでアメリカはそれはレーガン政権が自分がその法律を要するに撤廃したわけですけども、でそれに従ってそのルパート・マードックが、まさにその右寄りの放送局として始めたのがフォックスニュースなんです。じゃあ連携したんだ、それ連携してるんです。だから出会ってる人はロジャー・アイレスというドイツ人物ですから。あのマードックは80年代にサッチャーのイギリスで、はい、ニュースペーパーのサンかな、はい、あたりで、はい、ザサンで 大来賛をして、彼女の新自由主義を、はい、ある意味強引に押し通す手伝いをし、はい、サッチャーがやった一番、まあ、強引なのはフォークランド戦争と、あとスト、はい、暴力的なスト破りですよね、はい、炭鉱のマイナーズストライキとかをもうボコボコにしたと、はい、でその後で彼女は勝ち誇って、はい、あそこでボコった警察のにはあのボーナスをあげなきゃなとか言ってすごかった人鉄の女なんですけども、はい、そのサッチャーも、はい、スピンであるところのスピンっていうのはそのプロパガンダですよね、はい、サンがそれをやってくれなければ多分、はい、側面支援をしてくれなければ、はい、庶民 の、 あの、ねはい、理解は得られなかったわけじゃないですか、はいはい、で彼はそこで10年間それを練習したって感じ、ルパート・マードックはですね、うんうん、だルパート・マードックはもともとそのザ・サンと、ザ・サンも確か買い取ったんですよね、もともとあって、でそれとあの、まあ、いわゆるタイムズっていうその、まあ、世界の新聞の元祖みたいなのが、まあ、イギリスにありますよね、ザ・タイムズって言われてる、でニューヨークタイムズがタイムズって名前なのはもともとイギリスにタイムズがあるからですけど、そのタイムズを買い取ったんですよ。でタイムズの方はなんていうか、伝統的な紳士が読むあの難しい新聞で、だからなんていうのかな、まあインテリ新聞、金持ち新聞で、うんうんうん、ザ・サンの方はあのタブロイドですね、庶民向けで、まあ、記事はギャンブルの記事、サッカーの記事、おっぱいですね、はい、でこのくらいの新聞 でもって労働者が読むんですね、はい、イギリスは労働者と金持ちが完全に分かれた階級社会ですから、でその両方ルパート・マードックは、まあ、オーストラリアから来て買い占めて、うん、でそこで、サッチャー政権の政治的な方向性のなんていうか擁護を徹底的にしたと。で本来ならもし労働者の新聞がマードックに買い取れなくて独立していたならば、あの炭鉱のストライキとか、はい、ゴミのストライキとかゼネストで、はい、あのサッチャーは本当に過酷なリストラと、はい、あの首切りを強行しましたので、はい、それをね、はい、あの雇用維持しろって騒いで、はい、赤旗っぽくなるのが普通なんだけど、はいはいはい、その持ち主がサッチャーとつるんじゃってるから、はい、もうどこを見てもメディアは、はい、サッチャー来賛色で埋まっちゃった。そうなんですよ、はあ、特にそのザ・サンっていうのはそのまあ本来だったらその貧乏な人たちが読むものだから、そのまあサッチャーのやり方っていうのは貧乏人いじめだっていうふうに論調するべきなのに、貧乏人をかばうのは赤だ、つまり日刊現代と夕刊フジが、はい、あのお互いを指さして、はいはい、日刊現代を読むと、夕刊フジに書いてあったことだけど、これは結構いい話だねって言って、夕刊フジを読むと、日刊現代でも面白い記事が載ってるんだけどさって言ってる感じ、はいはい、なんかお互いこう補完し合って、慣れ合って、本当の対立じゃないみたいな、はいはい、で特にフォークランド戦争の時は、あれは完全にイギリスの、まあ、もともと侵略して持ってるところをさらに侵略するわけですけども、それをもう来賛して、そのフォークランド戦争いけいけっつって、これはもう愛国心のね、高揚の場なんだってことでもって、ザ・サンはその労働者向けに、まあ、貧乏な人たち向けに、もうイギリス万歳、戦争万歳っていう記事を載せてって、でそっちにみんなが行ってる間に、そのタイムスっていうそのインテリとか金持ち向け の、 その新聞の方では、その、まあ、レギュレーションをそのまあ、規制撤廃と新自由主義ですね、うん、そのまあ、あの金持ちへの減税、金融規制緩和、そう、はい、金融規制緩和と減税で、もう新自由主義の金持ちがその、まあ、暴走するようなその経済政策を、まあ、これが新しいんだと
言って、その今までの福祉主義っていうのはもうあれは赤のやることだと。あれソ連とそっくりだから、はい、そんなことやってるとソ連みたいにスタグネーションして、はい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 、社会がどんどん錆びついて、はい、最後は止まってしまうんだと、はい、プラス、はい、あの生活保護をね、はい、あの怠け者が不正に受給していると、はいね、例えば移民がやってきて、はい、そのパキスタン人とかの移民がやってきて、はいはいはい、こいつらが生ポ、はい、生活保護あの受けたらどうすんだよっていう今の日本にもちょっと通じる論調を、そうなんですよ。というのはその頃イギリスってのはすごい福祉国家だったんですよ、あのサッチャー政権の前はね。やりすぎるぐらい、はい、だからあの基本的に病気の時はただですよね、あの入院とかね、うんうんうん、今もまだ医療は結構いいですけど、だからその辺の福祉がその貧乏人に、まあ、税金を取られてるっていう論調をそのタイムズの方で展開してインテリ向けに、だから二段構えで愛国心万歳っていうのをザサンで労働者向けに、金持ち優遇、金持ち優遇の貧乏人への軽蔑みたいな、そうそうそう、育ててサッチャー政権を盛り立てた、ね、そういうメソッドをルパート・マードックが10年かけてサッチャー、はい、あの政権で人体実験うまくいったと、はい、それを今度はフォックスという形でアメリカに持っていって、はい、より大きな舞台で、はい、より大きな人口に向けてやったら、ブッシュの時代に大当たりしちゃった、はい、大成功したんですよ。あということで、で、まあ、イラク戦争が起こっちゃったんですね、うん、はい、でね、その戦争を本当後押しするメディアであった、はい、FOX なかったらイラク戦争多少躊躇あったかもしれないというぐらいメディアの存在として大きいんですね、はいはい、あのテレ朝も一回か、はい、買おうとして、テレ朝を買おうとしましたね、あのルパート・マドックはね、はい、今はもう実は買ったんじゃないかと思うような振る舞いを時々あの目にするんですけどルパート・マードックがすごいのは、そのイラク戦争にアメリカを導いたっていうことを認めてるんですよね。そういう論調を私が作りましたっていうふうに言ってて、でしかもオバマ大統領が2008年の選挙で勝った後にオバマ大統領を呼びつけて2人で会ってるんですよ。でそれはオバマ大統領が喋っちゃってるんですけど、どういうふうに会ったかっていうと、もしそのこれが大統領になるっていう時に、もし我々 その意見をオバマ大統領、君がね、その政策とかに取り入れてくれて歩み寄ってくれたならば、私たちその FOX ニュースチャンネルとルパート・マードック その、まあ、とかメディア王国はオバマ君、君を支持するよって言ったんですよ。取引をしようって言ったんですよでその結果が今なんですか。そう、オバマさんいやいやいやそうじゃなくて、そうじゃなくてね、僕は知らないところでみたいな、オバマさんそれはちょっとできないよと言って断って別れたんですけど、だから彼は、うん、ルパート・マードックはあの共和党がっていうんじゃなくて、要するに自分の言うことを聞いてくれれば相手は誰でもあんまり構わない。だから本当に純粋な企業なんですね。そうですね。あのいわゆるイデオロギーや倫理に縛られない、はい、まさにあのサッチャー・レーガン、つまりシカゴ経済学派、はい、ミルトン・フリードマンが考えた、はい、ま、純粋なフリーマーケットの、はい、なんか出てきたウイルスのような、その化け物、はいはいはい、だからブレア首相って、ね、イギリスであのいましたけど、彼はもともと左翼だったんですよ、うんね、で出てきたじゃないですか、要するに、まあ、労働者の味方として新労働党、あのいわゆるニューレイバー でしょ。でだけどそのサッチャー時代に弾圧されてた組合の原理主義にはいかず、はい、資本主義との間を取る第三の道を、はい、福祉もやる、ちょっとやるけれども、はい、みんなの競争力とやる気も出しましょうという、はい、両方取り入れたような人だったんですよね。でしょ、うん、ところがフォックスっていうか、まあ、そちらタイムスとあのザサンは、うん、ブレア支持に回ったんですよ。ブレアは要するにルパート・マードックと取引してたんですよ。はい、そうだから、だからフォックスがあの放送してたザ・シンプソンズっていうアニメにブレア首相は出演してるんですよ。ああ、アニメの中にね、アニメの中にそれが記号で、なんかあのフリーメイソンの秘密のハンドシェイクみたいなほらーみたいな、要するにルパート・マードックさんからお願いされたらやる。だから左翼だったブレアは、うん、ルパート・マードックと取引して結局イラク戦争を進めたじゃないですか。だからそうか、そうだからどっちでもいいんですよ、自分の言うこと聞いてくれればいいんですよ、ルパート・マードックは。じゃあルパート・右でも左でもルパート・マードックは右翼でも左翼でもなく、はい、ただイラクの戦争が欲しかった。欲しかったんですよね。で、それで左翼政権 あのロンドンでは、はい、それで視聴率が、そう、あのアメリカのパンクバンドでフィアっていうバンドが、ドキュメンタリー、パンクドキュメンタリー映画の中で歌うの、はいはいはい、俺たちは数が増えすぎた、戦争してテレビに売ったら儲かるぞっていう、はい、Let's have a war and sell it to the network っていう曲なんだけど、はいはいはい、まさにそれをやったんだ。あ、もうその通り、テレビ番組としてイラク戦争を仕掛けた。だからもう圧倒的な視聴率になりましたね、
かイラク戦争左派政権のイギリスでは肥大のロジックで戦争に引きずり込み、そうアメリカでは右派のロジックで引きずり込み、 それだけじゃなくてイラク戦争の時にそのアメリカ軍側に入ってますからブッシュ政権で、で他の局が撮れない映像を撮らせてもらってるんですよ、軍と一緒にエンベッドしてね、そうフォックスは。だから圧倒的なその戦場での、 その最初にまあバグダッドに突入する時の映像っていうのはフォックスが独占みたいな形になったのはそれはまあそういう取引をしているからで、ショーとして、はい、あのよく煙がとか火がよく見えるような武器もいっぱい使ったかっこよくかっこよくね、花火大会かっこよくね、はい、だから10万人殺して敵がいなくてもとりあえずカメラが横にいるから撃つんですよ。うわーやべー、でも完全にもうそれはもう仕事ビジネスですよね。 NHK のあれどころじゃないですよね、はい、それはだすごいのはルパトワードがすごいのは隠さないことなんですよ、言っちゃうんですよ。要するにオバマさんを自分のところに取り込もうとして2人で会ったよってことは別に秘密じゃなくてあの事実なんですよ。あのね、はい、堂々としてますね。日本ってそういう人いましたかつて。ここまでだ、鍋爪さんがちょっと近い、要するに悪いことは平気でするよみたいなことを言ったりする疑惑っぽいところは近いんですけど、ただルパート・マードがもっとすごいのはザ・シンプソンズの中で自分が出てくるんですよ、アニメで。自分が経営している会社の中でやってるアニメでザ・シンプソンズがありまして、うん、その中でルパート・マードが出てくると私はメディアで世界を征服しようと思うねって言ってるんですよ。でそれをルパート本人が本番あの放映中見てゲラゲラ家族で笑ってるんで笑ってるんですよ。ちょっと堂々としてますね。はい、こそこそしてないです。いや僕新自由主義が本当に怖いって今分かった。はい、いやーナオミ・クラインしかないじゃないですか。そうですね、これからナオミ・クラインとあのローマ法王と、はい、ローマ法王ですね、今のローマ法王はしかないよね。リベラルですからね。新自由主義抑止するんだったら他に。でもひどいですよ、アメリカのカトリック教徒もそうですけど、あとアメリカのカトリック教徒も結構あのなんていうか右側に行っちゃってるんで、ローマ法王があまりにもリベラルだからローマ法王嫌いになってるんですよ。あんな左翼法王嫌いだみたいな。ローマ法の言うこと聞けよお前らとか思いますけどね。いやだって絶対な存在じゃないですか、歴史上2000年続いてるわけだから。そうでもあまりにも左翼的で貧乏人の味方すぎるからって嫌ってるんですよアメリカ。だからちょっと小金持ちの右派の減税してほしいアメリカのカトリックはチェッみたいな感じ。そうでしょうね。あのね実はあの細谷雄一さんというあの歴史を専門に研究していらっしゃる学者さんとこの前対談したんですけども、はいはい、彼の新著の中にですね、はい、新しい本の中に戦前の、次第にその満州事変に向けて、はい、あの勢いを増していく軍部が25歳で即位した昭和天皇がですね、はい、全然御しきれなかったっていう描写が入っていて、はい、いくつかドキュメントが浮上してるんですよ、はいはい、で中には軍部の人がですね、はい、最近の陛下は凡庸で困る、はい、うわっていういうことを言ったのね。でその時になんか、満州事変につながる事件を、はい、張作霖の爆破事件かなんか起こした時に、はいはい、それを本当だったら上層って言って天皇に話して、はいはい、許可を得て関東軍がやんなきゃいけないのに、はい、勝手にやっちゃったんですよ、はい、後で天皇の耳に入ったのね。で呼びつけて爆殺ですね、爆殺、はい、でそれで田中義一首相を呼び寄せて、はい、天皇が説明を求めた、はい、それでこのものはこの兵士は勝手に大陸でやってるから、はい、あの軍法会議にかけなきゃダメだと、はい、まあ、言いますよね天皇としては。そうしないと指令系がないわけだから、はい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 、そうすると田中首相は、はい、分かりましたやりますって言って、はい、軍にすり合わせたんです、はい、軍法会議やっていい、はい、軍法がダメって言った、はい、そしたら陛下に、陛下実はね、はい、私の説明が間違っていたんだけど、はい、この人は頭がおかしくて一人でやったんですと。あで天皇は激怒して、はい、田中それはおかしいだろう、はい、それはどう聞いてもおかしい、君は辞表を出したらどうかねって言ったら、はい、5日後にしょんぼりして、はい、内閣総辞職したの。でも結局軍がもっと強くなったの。あだから僕ら戦後史でね、はい、あの戦前の天皇は絶対的な存在で嫌と言えずみんなあの戦争に向かったとか、はい、そういうちょっと美しい被害者の物語じゃないですか、はいはいはい、ところが実はその天皇ですら近くにいた側近の軍が、はい、ちゃなんだよみたいに、はい、侮ってる人がいるのよ。あアメリカもね似たようなもんで、その50年代にダレスがですね、CIA を使っていろんなとこにまあ、クーデターを起こしてましたけど、中南米とか中南米とかね、うんうん、それとか、まあ、60年代までずっとそうでしたけど、ギリシャでもクーデターを起こしてるし、あの
もうそれでその後70年代でチリクーデターとか全部 CIA が裏でクーデターを次々と世界中各国で起こしてましたけど、ただねそれとルパート・マードックを比較すると、はい、チリでクーデターを起こす、グアテマラでやらかす、はいね、そのなんかドールとかブッシュとかもファミリーが入ってくるじゃない、はい、そこに、はい、だけどそれはこういう強いアメリカが欲しいっていう愛国心に裏打ちされて、はいはい、そこからまあちょっと自分もかすめ取って儲けようかなぐらいの利権は生まれるけども、はい、基本は捨て身の愛国心だと思うんですよ、はい、ソ連と戦おうとか、はいね、ところがマードック入ってくるとつまりイデオロギーはなくなるってことですよ。マードックは愛国心っていうのは基本的にないですよね。だってイギリスも乗っ取ったぞと、アメリカも俺の支配下にあるぞと、地球は自分にとってのアセット、パンケーキみたいな感じ。今中国ですよね彼はもぐもぐ、はい、今世界一の大きな中国を、その後中国行ったんだよね、コントロールしようとしてますね。中国のだから衛星だっけな、衛星テレビかなんか彼のものですよね。で奥さん中国で、中国の、まあ、メディアを乗っ取るためにその、まあ、要するに国籍がないわけですよね彼は。だから中国人を奥さんにして、で、まあ、彼女をうまくそう法的にその、まあ、使って、中国でも彼は要するにもうメディア王になってますよね。そしてルパート・マードックに誰かが駆け寄ってパイ投げをしようとしたときに彼女はそれをゲシッてやったのね。彼はすごい空腹やってるんでしょうね。そうね、空腹でゲシッてやってね、うん、あの昨日の国会よりもっと見事でしたよでだからすごいですよ、中国とアメリカとイギリスを一応彼はメディアは支配してるから、まあ、だから世界支配が夢なんでしょうね。そしてそのドキュメンタリーの中にもちょっと出てくるんですけれども、はい、あの中国にメディアとして進出すると13億人のマーケットですから、はい、今までの獲物の中では一番でかい、ね、ところが彼はですねちょっと勢い余って、その自分のその、はい、なんていうのかな、方言癖を、はい、中国との式典で、はい、まあこれからは世界のどんな全体主義の国家だろうが俺の放送の方が上なんだよって言っちゃったのねそしたら共産党のメンツ潰したわけ、はいはいはい、それで叱責を食らい、はい、追い出すぞこらってすぐ、ねはい、中国共産党ってそうやるから。でも本音が出ちゃったんでしょうね、俺が一番偉いんだっていうのは言いたいんでしょうね。みんな共産党偉いと思ってるだろう、違う違う、はい、俺だからみたいにでしょうね。なんかヤンキーっぽいっていうかすごいっすねそれ。すごいですね、バカみたいな面もあるけど周到でもあると。そう、頭はいいんだけど、まあ、思わず言っちゃったんでしょうね、天下取ったって感じでね。で、はい、その後で落とし前をつけるために、はい、中国政府がかつてから、はい、衛星放送で、はい、目の上のたんこぶだった BBC、はい、つまり中国の不都合な真実を報道するからっていうことなんですけど、はい、それを FOX が買い取ったチャンネルから、はい、プツッ、あ、取引してますね中国政府とね。あの007の映画で、確か、ダイアナ・ザ・デイじゃねえや、なんだっけ、出ないですけど、あのルパート・マードックが敵になる話がありましたよね。あのイギリスのメディア王なんだけれども、中国でもその衛星放送の権利を売りたいからイギリスと中国の戦争をでっち上げるっていう。そうすると視聴率が莫大に上がるから。それイラクでやったことをそこにちょっと投影してるんだ。それね、イラク戦争の前なんですよ、その007。その映画を見てイラク戦争やろうと思ったの。そうじゃないかなっていう。ダメじゃん。ヒント得たかお前はと思いましたね。結局ね、脚本家とかクリエイターは、はい、とても大きな責任を人類に負ってるってことですかね。はい、そのアイデアを、はい、漫画とか、そういうアイデアとかイメージを見せた段階で、はい、どっかでそれをやるやつが出てくるってことだよね。そうなんですよね。やばいっすね。そうなんですよ。いや、ただまあなんか息子との仲は悪かったりしてですね、うんうん、後継ぎがうまく育たないとかいろんな問題があって、だから俺は100歳まで生きるぞって言ってるんですよルパートマーで。もう150歳までいっちゃうかもしれないですね。誰にも譲れないからって言ってるんですよ。いやー、まあ、そういう人ですよね。そのマードックなんですけども、マードックはウォールストリートジャーナルを買って、うん、それで要するに株式の方も仕切ってるんですよね。だからね、あの、まあ、あのダウってありますけども、うんうん、そのまあ出版部を取っちゃって、それで今フォックスって言ってますけど、会社名変えましたねこの間ね。21世紀フォックスって会社名に変えました、はい、21世紀だからね、はい、でナショナルジオグラフィックも買い占めたのかね。うわー、なんか僕がこう良心的だと思っているメディアがことごとく、はい、そう。じゃあみんな何なの、ニュースルームのデスクはうまいことそのマードックの監視をかいくぐりながら何とかして、はいはいはい、乗っ取られる前の状態のクオリティを維持しようとしつつもみたいな感じなんですかねこれは。あ、ニュースルームってテレビ番組やりましたけどね、向こうで。だあのニュースルームを作ってたのは HBO っていう会社なんですけども、タイムワーナーっていうその タイムっていうまあ週刊誌がありますけど、うんうん、それとワーナーの合体したグループがあって、はいはい、それが、まあ、あの CNN も持っていて、でルパート・マードックの一派と敵だったんですよ、ライバルで。ところがその去年2014年にルパート・マードックはそのタイムワーナーグループも買おうとしたんですよ、うん、したら完全に要するに敵がいなくなっちゃうんですよ。要するに敵を買い取ろうとしたんですよ。さすがにそれはその、まあ、
公正取引、ね、委員会の方から独占禁止法違反ということでいろいろと疑問があったんですけれども、アメリカっていうのは独占禁止法違反っていうのはもうまかり通ってる国なんですよ、うんうんうん、あの議会で独占禁止法に反したものが次々とこれは特例ってことで認められていくんですよ。アメリカの競争力を流すとかなんかいろんな理由つけて、そういろんな、だから独占禁止法違反のものだらけですけどね、アメリカは。でだから要するに何だろうな、だから読売が朝日を買うみたいなことをやろうとしたんですよ。それ面白いけどね。面白いですけどね。でもそれだとあまりにも論調が全部同じになっちゃうから読んでる方は面白くない。読売と読売サブになっていく感じ。そう面白くないんですけど。それでね、その結局そのなんだろう、そのルパート・マードックがモンスターなのは本当によく分かりました。はい、だからぜひ番組を皆さん見てほしいんですけども、はい、その元々そのエネイブラーというかその、はい、マードックを可能ならしめた経済理論があって、はい、シカゴ学派と呼ばれるミルトン・フリードマンの、はい、とにかく市場原理主義で、はい、全ての規制はダメだと、はい、でレーガンとサッチャーが熱心な、はい、クリントンも結局熱心に聞き入ったんですよね。まあ、2期目からそっちを取ったんですよ。1期目は違ったんですけど。あ、そうなんですか。 2期目でやっぱり自由主義新自由主義取ったんですね、クリントンは、はい、で日本だと露骨な一番顕著になった新自由主義は小泉竹中改革、はいはいはい、でどんどんいわゆる日本式のディレギュレーションと、はい、まあ、派遣労働改正とか、はいはい、要はいろんな形で解雇しやすくして、それまでのガラパゴス的だった終身雇用というものをどんどん取り崩し、はい、あとは日本のアセットを、はい、海外と取引しやすくして、はい、まあ、上げ高の餌食みたいな、はい、まあ、具体的には郵政のね、うんうんうん、民営化ですけど巨大な、ね、アセットを、はい、まあ、でもそうしないと本当によどんでもいたし、ただの既得権と貸していたのも事実なんで、はい、そこの全額を持ち込んで、はい、そして儲かる金持ちだけが儲かる方向に持っていくみたいな、それを、まあ、ある意味アベノミクスも継承しているわけですよね、はい、3本の矢っていうのは、はい、でね、そこに一回戻りたいんだけど、はい、フリードマン、はい、彼はちょっとやっぱり変人だったんですね。それだけ世界的な構想を持つ学者だけあって、はい、で確か彼の有名な言葉にね、はい、全ての麻薬、はい、薬物は完全に合法化すべきって、はい、マーケットに任せるべきだっていう一言があったと思うんですよ。はい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 、とにかく何でも自由化して、もう政府っていうのは軍隊となんだっけな、軍隊と警察ぐらいしかいらないよっていうふうなことを言ってますよね。だから先ほどの郵政の民営化なんかそうなんですけど、あれ要するに郵便貯金があるから、うん、それが貯金として動かないから、それを株式に投資させろっていうアメリカ側のまあ、証券会社からの要求を小泉は国民に押し付けたんですよね。でそのディレギュレーションという考え方っていうのは先にアメリカで相当に進んでウォールストリート巨大化し、はい、そして手つかずの日本に矛先がここ地元食い荒らした挙句、はい、あっちにいっぱい木が生えてるからあそこに行こうみたいな、はいはいはい、そういうことだと思うけど、やっぱりもともとはそういう規制緩和をどんどん進めていく新自由主義の考え方ね、はい、でそれとですね、ここが僕が今のアメリカで、はい、奇妙だなと、奇妙な結合をしているように思えるのが、はいはいはい、そういう新自由主義の政府は市場から出ていけ、はい、小さな政府がいいというのと、はい、リバタリアニズム、はいはい、一種のアナキズムね、はいはい、もう武装も自分たちで銃で訓練しましょう、はい、内乱に備えてみたいな、はい、ミリシャみたいな人たち、はい、このちょっと右のフリンジと呼ばれる右のエクストリームな人と、はい、新自由主義が奇妙なハネムーンを持っているような、はいはいはい、もう全然違うんですけどね、基盤は。だから新自由主義を進めているのはウォール街で働いているそれこそユダヤ人の人が多いんですけど、それがなぜかその中西部でもって武器を、まあ、たくさん集めているミリシアの、そう、それがなぜか、そうなん、それがアメリカの主義なの、連合してしまってる。もともとボーンアゲインは、はい、ユダヤ人嫌いだったんですよ。70年代僕ノースカロライナに住んだことあったんだけど、はい、黒人とユダヤ人と中国人が嫌いって、はい、お前は中国人っていじめられたのね。あ、今の顔でこのままですよ。なのに彼らから見ると僕は中国人に見えて、はい、中国人出ていけっていう大カロンですよ、はい、やられたのね、はい、だからそんなむちゃくちゃなバックワーズな後ろ向きな人たちが、はい、なぜか、はい、まあ、キッシンジャーがやったのかな、はい、ネオコンというドクトリンで、はいはい、愛国心と新自由主義とイスラム嫌い、はい、中東は支配しなきゃダメだっていうこの三本の矢が一つになっちゃったのね、はいはいはい、で本来バラバラですよね。だからネオコンっていうのは基本的にユダヤ人なんで、それがなぜかアメリカの、その愛国心になるいわゆるスコッチアイリッシュ系の人たちの、そのまあ
もう、まあ、ミリシアであったりキリスト教徒であったりする人たちと全然利害関係が違うように見えるのものが合体して、いわゆる右翼連合みたいなものを、その右翼連合の特徴というのは、もともと70年代のユダヤ人も嫌いな後ろ向きクリスチャンの人たちって、別にイスラエルなんかどうでもいいって、どうでもいいんですよね。あんなもんゴミとは言わないけど、はい、お荷物だ、反シオニズムの人たちです ね。ところが、はい、いつしかネオコンの物語の中で、はい、イスラエルを支持しないとテロがつけ上がってアメリカにテロが起きるっていう物語を信じ込まされてるんで、はい、絶対的なイスラエル支持になり、はい、それがイスラエルの政府の投票行動、あの結果がどんどんシオニスト寄りになっていくという副産物も生み出しているという、それと、まあ、中東政策全体に影響を与えていって、そのイスラエル寄りであったらならば、そのどれだけ軍事あの独裁政権であってもアメリカが支持するっていう方向に行きますよね。それでエジプトなんかは政策がガラッと変わったりして、新イスラエルになったりとか、あと、まあ、あの辺にあるその軍事政権とかを全部アメリカがコントロールしていくという形で、その地元の、国民たちはひどい目に遭いますけどね。で地元にあのいわゆるアウトソースというかエキスポートしてるの、服をエキスポートしてここにはない服をみんなこっちでちょっと幸せになるから、はい、あっちもっと服にするみたいなね、はい、公害をエキスポートするのにちょっと似てますよね、はい、アメリカとの取引の中でそのイスラエルは嫌いなんだけど、まあ、アメリカからね支持してもらえるから、っていう、だから一時的にはそのね、独裁者にとっては都合がいい、フセインがね一時的に新アメリカだったじゃないですか、ね、イランとの 対決の中でね、はいはいはい、ケミカルウェポンもらった時 ね、うん、あとカダフィも突然ね、あのイラク戦争以降新アメリカになったりしますよね。で独裁者はアメリカと仲良くをして、はい、もらったお金と武器で自分の民をコントロールして圧政を敷く、はいはい、民は自分の為政者に直接文句は言えないから、はい、その背後にいるアメリカ、アメリカを憎む、そして異教徒であるイスラエル、だから彼らがデモをするとアメリカとイスラエルにしようってなるわけだよね。そうなんですよね。でも実際はひどい目になってるのはその自分の国にいる独裁政権にひどい目になってるんですけど、そのバックにアメリカがいるからアメリカを憎むっていうね、アメリカは悪いんですけどね、そう考えると、まあ、自分で火つけてまあそうなんですけど ね、はい、いやでそれでね、だから今アメリカのそういうそのちょっとネオコンの遺産の中にいる右系の支持層っていうのは、はいはい、今ちょっと町山さんが言ったように本当だったらお互いに利益が合わないはずの人たちが奇妙な結合体になっているわけね。はい、でその中のリバタリアニズムというこの一つのストレインというか、なんていうかな、はい、一つの流れ文脈っていうのは、はい、実はアメリカの田舎とかに行くとかなり強かった、はい、コロラド州、はいはいはい、でコロラド州で大麻が合法化されちゃったわけ、はい、その背景にはかつてヒッピー系デモクラと民主系、はい、左翼レフトウィングの人たちがずっとマリファナ解禁を40年間語って、はい、ヒッピーのバカどもの言うことなんか聞くわけねえだろって言って、はいはい、反動で絶対に通さなかったのは、はい、リバタリアンに手を回した途端、はい、あっという間に投票が、はいはい、コロラドでそのマリファナ解禁された時にもう解禁反対派は民主党だったんですよ。解禁させようって言ってたのが共和党だったんですよ、コロラドでは。もう一回聞きます、はい、コロラドで、はい、マリファナを解禁しよう、州民投票やろう、はい、普通だったら民主党がカリフォルニアだったら民主党賛成、はい、京都反対みたいなのが逆転したの、はい、コロラドのその時の州知事とあのデンバーの、まあ、市長は民主党で、マリファナ解禁に反対してました。で なんで民主党の左のくせにで反対してましたよね。いや反対で反対だったっすよね。で共和党の勢力が、共和党の勢力とリバタリアン とリバタリアンがと、まあ、ヒッピーの人たちが結託してマリファナを解禁させたんですよね。でそこに一種 その何だろう、真ん中にいるアンディサイデッドですね、不動票の人たちに、はい、あの警戒心をやっぱり大麻怖いとか麻薬だとかっていうのを、はい、いやそうじゃない、金になるんだと、これは州税だと。でアメリカリーマンショック以来州の、財政が、はい、どこも破綻してるから、はい、これ道路も良くなるよみたいな、そういうその信号機が変わると嬉しいだろうとか、はい、そういう普通の素朴な、はい、なんかジーパンを履いた会話みたいなの中で、はい、だんだんオルグしていって、コロラドあの産業なくてねしょうがないんですよ。あのコロンバイン のドキュメンタリーを、銃撃戦、そうの、はい、あの人マイケル・ムーア、マイケル・ムーアのやつで、はい、武器の会社はあるとか言ってなかった、あれはロッキード、ロッキード、ロッキード の、まああのまあまあ、飛行機を作ってとか爆撃とかそれはありますよね。だからコロラドはもともとアメリカの戦略空軍とかと関係してるんで、
あれがあります、ノーラッドがありますからね。ああ、ノーラッド、はいはいはい、アメリカ の, そのミサイル網、はい、みたいな。そうです、戦略空軍の基地がありますから、それが伝統的にあるんですけども。だけどそれ以外の目立った産業がないですね。まあ牛ぐらいですよね。だから、牛、ま、マクドナルドにこう出てる安い牛はコロラドで作ってるんですよ。じゃあ牛が糞をして、はい、その糞を集めて堆肥を作って、はい、そこにマリファナが入るとすごくエコシステムとして良い。そこにできないと思うんですよ。できない、できない、できないと思う。そうかそうか。そう、でも牛ぐらいですよね、うん、今で、コロラドが一番その結構その大麻の解禁では、はい、早めに前に進んでて一番早かったです。カリフォルニアでは医療大麻とか、はい、大きな州なんですよね、はい、世界で何番目かの国に匹敵する経済規模を持っているので、はい、まあ、まず解禁するんだったらカリフォルニアだろうと思ってたのが、はい、なぜか、はい、コロラドの方が先に行っちゃって、はい、2008年に州民投票をカリフォルニアでやったんですけれども、州民投票では、マリファナ解禁に行かなかったんですよ、カリフォルニアはね、うんうん、でもコロラドの方が行っちゃって、で今オレゴンも解禁、シアトルのあるワシントン州も解禁で、あとものすごい右翼州であるアラスカまで解禁になりましたね。アラスカって確かみんな銃持っているとか、 そういう感じですよね。ものすごい右翼的な州なんですが、マリファナ解禁になりました。そうこれがね、ポイント、これがもしかしたら日本で大麻 の法律に関する、ね、規制緩和なりを議論するときに、はい、見落としがちなのが、はい、僕が知ってる限り日本で大麻の活動をしている人って極左っぽいわけ。そうですよね、極左ヒッピーなのね、はいはい、で右翼 の話は聞いたことない。いないですよね。いない。アメリカは右翼もマリファナ解禁に向かってるんですよ。そうなの。だから、はい、そのちょっといろいろな調べてみないとわからないことがいっぱいあってですね、はい、左、右、そして真ん中へといろんな経路、いろんなルートでマリファナに対するこの意識の変化が浸透しつつあると、はいはい、でその中でですね、実は今回3回目にキュレーションしていただいた作品スーパーハイミーで、タイトルのダジャレをもう、まあ、分かってる人多いと思うけども、もともとのドキュメンタリーがありますからね。スーパーサイズミー、スーパーサイズミーっていう、スパーロックの、はい、そのマクドナルドをずっと1ヶ月間食べ続けるとどうなるかっていう、体がスーパーサイズになりますっていうのまあありまして、それのパロディで、マリファナを1ヶ月間吸いまくるとどうなるかっていうドキュメンタリーですね。はい、はい、もうこれずいぶん前ですね、これね。だいぶ2007年ですから、はい、もう8年前、はい、そうですね。で今もって日本で例えば、はい、水道橋博士とか、はい、太田光さんが、はい、アメリカでちょっとタイム吸ってきたよなんて言おうもんなら、はい、終わりですよね。今はでも日本はアメリカで吸ったって言ってもダメなんですか。どうなの、日本人が一応厳密に言うと多分法が適用されるんじゃないかな、日本国内の。でもアメリカで吸って、ね、大丈夫よっていう声と違法ですっていう声が両方来ちゃって、まあでも多分ダメなんですか。いやだからもっと現実的に言うと、はい、有名な人がインスタグラムかなんかをこうやって釣ってるとこ撮って、はい、セルフィー撮ってこうやってね、はい、アメリカの友達とこうやって撮ってるのを、はい、成田来た時に税関でちょっとって言われるんじゃないの、一応先進だけど、で下手すると晒し物で身体検査を受けたということが報道されて、はい、で事務所が騒がせたことをお詫びするとか、はい、本人謹慎とか。この映画はそのまずそのマリファナっていうのは何の害があるのかというのをそのまあ実験してるわけです。結局何も起こらないんですよ。マリファナを30日間吸いまくったところでその血圧であるとか内臓であるとかに障害が何かね、脳とかに、脳波も検査しますけど出るかどうかっていう人体実験をするわけですけど、何もやっぱ芸能人としてだったら終わる、社会的にまずいとか法的に問題があるなしじゃないっていう、だからここは日本のある意味、はい、脆弱点だと思うんですよ、社会のセンチメントで動いてしまうっていう、はいはい、でじゃあ戦前もセンチメントで動いたわけだからね、戦争へ。モブカルチャーだからしょうがないですね、これね。そうなの。で、はい、でもしかしたらさっき出てきたクリスチャニティとか、はい、そういうちょっとした、はい、議会は教会だからとか、はい、みんなどっかでこう規範とか、はい、倫理の一線を移民の人も持ってるじゃないですか、はい、アメリカって案外すごい潔癖で、はい、だらだらしてない国なんだよね。そうですね、はい、それに対して日本に来ると急にパンツのゴムが緩んだようなところがちょっとあって、はいはい、モブ、はいはい、そうなんですよ。だからみんなで一緒にやるといいんだけども、みんなと違うことをするのが一番まずいのが日本だから、そこで法律的な議論があったないとかじゃなくて、はい、みんながとりあえずダメだって一回決めて、それで数十年半世紀うまくいってきたんだと、大麻、はい、を禁止して、はい、そこでなぜあえて大麻を口にするのか、はいはい、ね、吸ってきたぞと自慢するのか、はい、しかも著名な影響力のあるあなたがもっと襟を正しなさいと。嫉妬もあるでしょうね、それはね。
じゃあみんなが修学旅行で行って高校3年生でガーって思想になって帰ってきたらいいのかって僕は思ったんですけど、ちょっとアメリカ的な発想かもね、それは。ああ、はい、そうかもしれないですね。で結局ドキュメンタリーのっていうかこの中では、はい、この主役のアメリカのコメディアン、ダグ・ベンソンさんは、はい、あのひたすら30日間タイムを吸い続ける、はいはい、もう何も起こらないんですよ。だからこのドキュメンタリーの一番問題点は何も起こらないというドキュメンタリーの何も起こらないんですよ。だから、うん、まあ、マリファナが害があるっていう部分はもうとにかくこれ潰すということなんですけど、まあ、実際、まあ、医学的な害っていうものはないってことはまあ証明されてるからアメリカではまあどんどん関係してるんですけどね。撮影した当時っていうのはこれリリースが2007年ということなんで、はい、まあ、2006年ぐらいから撮り始めと思うんですけど、はい、実際にコメディのライブをやってですね、はい、僕はさっき楽屋でタイマー吸ってきたよって言ったりしてますよね。そういう時に日本だったら私服の警官が踏み込んだりとか、はい、そういうことはなかったんですか。嫌がらせ、嫌がらせなりその法の側からのほらやめなさいとか恫喝なりっていうかね、アメリカがまずそのタイマーを解禁している理由っていうのは、はい、まさにそういう警察官がそういうことをいちいちやるのがものすごく税金の無駄だからやめようっていう問題が大きいんですよ。警察の都合にかなっている、かなっているっていうのは、もうすごくタイマーの所持とかで逮捕される人たちがアメリカ全体でものすごく多いんですよ。しかも黒人ばっかり、黒人の若いアンちゃん、ヒスパニックが多くて、で彼らに税金に飯食わせてるわけですね、刑務所にぶち込んで。で片方では、はい、右派の政治家が、はい、黒人とヒスパニックや非白人が怠けて生活保護を受けるのをだらだらと国庫から、はい、血を流すように出してるじゃないかって批判しているのに、はい、もう片方では微罪で捕まえて結局その人たちの生活費を刑務所というシステムで税金で払ってやってるからこれは無駄だと。しかもそれに、まあ、いっぱい人件費もかかってるわけですね、警察官とかの。だからこれ丸ごとマリファナっていうものの所持に関しては要するに大量販売しない限り犯罪としないということにするだけで全米でそれこそ何百億円か浮くわけですよ、お金が。それがまず第一にあるんです。経済的な理由ね。経済的な理由、無駄金を使いたくないという理由がありますよね、はい、でそれに関してはロン・ポールっていうその、アメリカの、まあ、リバータリアンの共和党の政治家がもうとにかく何度も言ってるんですよ。何度も大統領候補になってね、何度もなってる。今はランドポールっていう息子がまたすごいやつが、ランドポールが言ってるんですけど今はね、ランドポール、今ランドポール、ロンポールも言ってましたけど、ロンポールも言ってた。ランドポールは、ね、親子のリバタリアンで、はい、親子で絶対になれないのに大統領になりたい大統領になりたいって言って、はい、まあ、要は大統領選に出ることがパフォーマンスになって、はい、自分のねイデオロギーを浸透させるツールとして使ってると思うんだけど、はい、親子でずっと立候補して何度負けても大麻草のようにまた生えてくるんですよ、はい、うん、でも今度この間はその正式にそのドラッグに関してその使用、個人的な使用に関してはもう一切マリファナに限らないんですけども罪に問うのをやめようという法案をその民主党の議員と一緒に共同でランドポールは出してるんですよ、共和党ですけど。で、まあ、理由は金の無駄っていうのと、うん、彼自身 の、 そのリバータリアンとしての心情で個人が何をしたところでいちいち罪に問うなと、うん、人に迷惑かけなければリバタリアンの考え方っていうのがその、まあ、さっき町山さんモブ社会みたいな言い方されましたけど、はい、日本だとすっごく分かりにくい部分っていうのが一個人がとっても神聖な、はい、教会の中のさらにご神体みたいなものが個人の尊厳なんですよ、はい、で国家を上回るんですね、リバタリアンの中では、はい、うん、自分で選んで、他の人の個人の尊厳を守るために自分が犠牲になって兵隊に行くとかいうのは、はい、尊いんだけど、はい、国に命令されて戦争に行くのは嫌だ、そんなことだったらその国と戦争してやるっていう感じですよね。そうです、だから武器持ってるんですよ。だから武器持ってるので、それはあれなの、アメリカのあれ憲法修正ですか、第2条です、修正第2条、つまりアメリカ建国した憲法をやった民主主義決まった、そしてどんどん憲法を少しずつ議会で修正していくの、2個目に修正したのがライトトゥベアアームズっていうのは、はい、武器を持つ、携行する自由、権利、権利ですね、はい、武装する権利、市民が武装する権利、はい、それはかつてのイギリスがアメリカを圧政を敷いたときに、はい、武装して圧迫したり殺害したりしていた、その圧政、暴政に対してアメリカ国民が立ち上がって独立を宣言したのが、はい、今の政府が悪い政府になったときにも適用されるぞと、はい、いうことですよね。だから国民一人一人にその政府を、まあ、武力で倒す権利を与えているのがアメリカの憲法なんですよ、うんうんうん、だそういうと日本の人はえっとか思うかもしれないですけど、国家が自分、国家自体を転覆させることを憲法で保障してるんですよ、国民一人一人に対して。ですよね、はい、それぐらい強めのリバタリアンの流れを組むのがロン・ポール、ランド・ポール親子であって、はい、でその人たちはもう大麻じゃなくて
ドラッグ全般、ドラッグ全般の個人的使用に関して、まあ、周りに迷惑かけない限りそれ自体を罪として問うことをやめようと言ってるんですよ。だからそれを人たちを捕まえて治療することは必要なんだけれども、それを犯罪化するなと。だからもうはっきり言っちゃうと、アメリカもそうですけど日本もそうですけど、女性の、刑務所に入っている人たちの多くが覚醒剤使用なんですよ。でその人たちが覚醒剤をやっていることを罪として、その人たちを罪人とすること自体がすごく残酷なことですよね。でそうせざるを得なかったわけですよ、彼女たちは覚醒剤を、行くまでね、追い詰められた、追い詰められてやらざるを得なかったような人たちを、自分がやっただけなのに、売ったりしたらそれは犯罪ですけど、やっただけの人を罪としてその犯罪者扱いするのはもう絶対にやめようと。あと取り締まりの方針として、はい、ユーザーがある一定数いるとですね、はい、まかり通ってしまうと、例えば覚醒剤やコカインみたいなものが、はい、ユーザーが中ぐらいで売って、はいはい、儲けた差分で自分のドラッグの、はい、依存を、はい、こう燃料にするっていう現象も生じるわけですよね、はいはいはい、プッシャーになるっていう、はいはいはい、でそこまで規模を拡大したときに、はい、プッシャーに当たる販売者やユーザーを、はいはい、見せしめで捕まえていくことで多少マーケットの拡大を防ぐっていう考え方もあると思うんですよ、はいはい、だから売人は罪に したいんだけれども、そのユーザーに関してはその罪に問わないと。じゃあどういうふうに具体的にマリファナに関してやればいいかということは、政府が完全にマリファナの販売を管理すると、タバコ、タバコとタバコもあるとアルコールと同じものです。タバコ、アルコール、塩、銃みたいな。そう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 。の博物館みたいな。そうそう、ありますけどね。はい。だからマリファナもそうして完全に政府管理にするという考え方ですよね。はい。で先駆けて完全合法化を宣言したのはウルグアイの大統領、ムヒカ大統領でしたっけ。あまりにもカルテルが強くなっちゃったから、はいはい、麻薬組織が強くなりすぎたので、はい、もう大麻は完全合法化の道で行くことが、カルテルと戦う上で、はい、末端価格を下げる上でいいと、麻薬のカルテルの その資金源を断つために、うん、マリファナを合法化すると、うん、それはアメリカでもそれが目的ですよね、一つの。要するにマリファナのほとんどはメキシコから入ってくるんですよ。でメキシコ の麻薬カルテルの資金源を断つために、とりあえずマリファナは合法化すると、うん、でメキシコの大統領は、はい、あまりにも軍も勝てない、巨大化しちゃったカルテルに対して、はい、もうヘロインも含めて、はい、ほとんどのドラッグを個人使用を認める方向で、はい、カルテルの力を削ぎたいみたいな発言もしてますよね、はい、だからとにかくアメリカは一回昔大失敗して禁酒法をやって、お酒を、しかもそれ原理主義、クリスチャンの原理主義の人が推した、そうなんです、そう、福音派の人たち、同じことやってんだよずっと、によって、その福音派の人たちはカトリックやユダヤ人が酒ばっかり飲んでるからみんな嫌いだったんですね。そうだからカトリックやユダヤへの差別の心情が直接いじめたら差別になるから、はい、共通項である酒飲みを糾弾することで間接的にいじめたの。そうです、プロテスタントはお酒はあんまり飲まないんですよ、もともと。でもカトリックは、まあ、アイリッシュが飲むでしょ、ね、イタリア人が飲むでしょ、酒好きでしょ。でユダヤ人は酒大好きですから、旧約聖書って読んでると酔っ払いの話ばっかり書いてあるんですよね。酔っ払いとエッチな話しか書いてないんで、旧約聖書は面白いんですけど、だからこいつらは要するに酒飲みでどうしようもないって言って、プロテスタントがその、まあ、ユダヤ人とカトリックを差別するためにお酒を禁じたらどうなったかっていうと、お酒禁じられたって儲かるじゃんって言ってマフィアが巨大化しちゃったんですよ。それでバカだね、はい、そして同じことを懲りずにイラク戦争もやり、ね、新自由主義もやり、はい、永遠に地獄へと突き進んでいるかと思うと、はい、全然関係ないところでリバタリアンとヒッピーが結びついて、はい、マリファナ合法化で、はい、多少ハッピーなことも、まあ、でも一応それでかなりすごい金額だったらしいですから、メキシコに流れるマリファナのお金っていうのは、それはかなり減ったみたいですよ。アメリカに還流してるっていう、そうアメリカの中で戻るから、要するに金の流出になっちゃうわけですよ結局。メキシコのギャングを育てるっていう以上に、うん、アメリカのドルがメキシコに流出しちゃうわけですから、それは防げますよね。それもあるみたいですけどね。そういう当たり前のことをオバマ政権の末期のレガシーとして、はい、やっとアメリカ人が黒人奴隷がいた時代から黒人の大統領への200年を突き進んでね、はいはい、やっと一つ、はい、ゲットイットライトっていうか、ちょっとまともな方向に軌道修正したって感じなんですかね、これは。はい、まあ、とにかく他のことだと、要するに、まあ、共和党とか右翼の人たちは全部反オバマなんですけど、マリファナに関してはそうでもなくて、右翼やその共和党も協力的なんですよ、マリファナ関係。最後に、このディベートのやり取りの最後に一言ね、はい、なんか、はい、そういうふうにして、民主党や国会前に集まっている人たちと、はい、安倍さん側の人たち、はい、支持する人たちが、はい、共通でそのマリファナみたいにハッピーになることってないですか、日本は。ああ。それがあればつまり大麻吸おうよってことはどうですか。ブオー
もしこんな大きな新聞紙にボブマーリーみたいに、はい、こんな、はい、私人柱になって、はい、スーパーハイニコ生コロラド実況中継でアメリカ国籍だから、はいはい、いや私日本人と貸してるけれども、はい、化けの皮吐いたのはアメリカ人で、あのアメリカが次に戦争するときに行けってこんなことやっちゃうかもしれない中から、いや俺がやればいいんじゃないかなってちょっと。ああ、なんでしょうかね。どうなんですか。僕何かで捕まるんですか。例えば外国人あの登録剥奪されたりとか永住権一応持っていて、はい、20年間いい子して一回もあの、はい、悪いことしないんですよ日本で。で誰もいない赤信号で、はい、立ち止まるんですよ、はい、監視カメラに映ってるかもしれないから。 そ、ね、そう、はい、アメリカはちなみにそのマリファナの次に解禁に持ってこうとしてるのが売春ですけどね。あ、これカナダではあの売春が完全にあの合法化されて。そうなんですか。それでカナダもそうなんですけど、マリファナ解禁にした国っていうのがマリファナの上院者が増えるかちょっと全然データとして増えないんですよ。マリファナはやる人 なんていうか犯罪だと思っててもやるし、やらない人は基本的にそれが完全に合法でもやらないんですよ実際は。要するにマリファナやると原告書けないじゃないですか、うん、いや私はアメリカにいる間周り中がコカインとヘロイン、ヘロインじゃねえ、あのヘロインやっぱり名前じゃない、はい、LSD、はい、あとねあの今はもうないけどクエルドっていう変な刺激剤、錠剤ね、とマリファナとあとハッシー、はい、ハッシー氏が、ま、大学生の頃周り中そうだったんですよ、はいはいはい。でも試験勉強できないでしょ。で俺やらなかった。あ、やらなかったでしょ。急で仲間外れになっちゃった。だって勉強帰るわって言って、でみんなタモリってるからグレートフルデッド聞いて。グレートフルデッド聞いてね。で俺グレートフルデッド嫌いなんですよ。なかなか友達ができなくてね、孤立してね、だからよく一人ぼっちだったっていう本書いたんですよ。ああ、そうか。あのすいません、まあ、こういうふうにね素晴らしい作品がどれ見ても今の日本にどっかつながるし、はい、本当にこれからの日本こうなっちゃいけないっていう側面の戒めとしてもね、はい、あの今の今見てほしい作品が目白押しなんですけれども、今日はですね、アメリカってヤバすぎ超大国の、超大国の裏側が分かるドキュメンタリー参戦として大変刺激的な、コンテンツをお届けすることになっております。早速ですけれども、本日のキューレーターを紹介していきましょう。映画評論家の町山智博さんです。どうもよろしくお願いいたします。久しぶりに日本ですか。久しぶりです、はい、ようこそ。いい、はい、今回はどれぐらいの滞在で。今回ちょっと10日ぐらいいます、はい。あ、はい、でもいつものようにもうすごい過密な動き方を、はい、そうですね、ね、はい、この前来られて、あのこの前2年前ぐらいにちょっとすれ違って、はい、MX の番組かなんかで一瞬ご一緒した時も、はいはいはい、本当に出て入られてましたよね、はい、そうなんですよ、ね、すごいな、はい、出稼ぎですから羨ましいです、はい、あの出稼ぎじゃない。アメリカ暮らしどうですか。いや、いいですよ、楽で。いいよね、はい、ああいいな。今ね、日本大変なんですよ。あ、そうですか。国会とか。あ、はいはいはい、なんか政治の季節が来て、はいはいはい、あの第2次全共闘なのか、それとも、はい、あのよくわからない何かなのかってことなんですけど、はいはい、かなりの大人も若者も興奮していて、はい、あんまり日々落ち着きがないですね。ああ、そうですか。やっぱあの安保の問題ですか。安保ですね、はいはい、あのここ4年ぐらいは最初はその、はい、あの津波と原発事故にまつわる、はい、そのまあ、放射能に対するどれぐらい怖いか怖くないかっていうのが分かれ目だったんですけども、はい、それがそのままエネルギーとして安保に流れ込み、一回覚醒してしまった、はい、なんていうでしょうか、民衆なのか群衆なのか、その行き場みたいなものですか。エネルギーの行き場がですね、はいはい、あので人によってはまあこれはその一過性のものでスポンジのようにまた吸収されて、はい、あの昭和のことなかりの日本に戻るという人もいるんですけど、はい、逆に、はい、ある意味第一次大戦終わった後のワイマール時代のドイツみたいな。え、じゃあその後ナチの時代が来ちゃうじゃないですか。いや、わかんないですよ。でも、あれ歴史家によると共産党が勝ってたかもしれないっていう話もあって、はい、だから要は左と右に、はい、とてもこう極端に真ん中がなくなっていって、はいはいはい、なんで、まあ、あのこっちにですね日々暮らして、はい、アメリカに行きたくてもいけない自分としては、はい、あのそういうレイシズムが例えばレイプをするとか、はい、犯罪を犯すっていうのは、はい、日本で言うとですね、まあ、在特会みたいに、はい、本当に隔離されたと言っていいグループ、はいはいはい、あの、はい、そういう人たちがちょっといて、はい、まあ、だけど下品だからラウドになっていくっていうかね、はい、その程度ですよね、はいはい、ところが大統領候補を目指す人が堂々とそれを言っちゃってるってことですよね、はいはいはい、ところがそれは大人気なんですよ、その保守派の人たちから、まあ、特にあの、まあ、南部とか中西部の白人の人たちから、まあ、ドナルド・トランプはもう大人気なんですね現在で。それ取られちゃってるんですよ。絶句した。
やっぱり理解できない。ちょっと戻った方がいいかもね、僕、1ヶ月ぐらいね、ちょっと、そうですね、地ならしして、はい、何がどうなってるのか分かる、はい。僕が最後にいたのはだいぶ前だったので、はい、まだ、あの、フォックスが危ないメディアであって、はい、そしてあのキリスト教右派は一時的に後退しているけどまた出てくるかもしれない、はい、そしてタイマーは相変わらず禁止で、はい、みんな隠れて知ってたんですよ。あ、最近あんまり捕まらなくなったな。だけど、まあ、一応、はい、右見て左見てタイマーっていう感じだったんですよね、はいはい、今道歩きながらやって、いやだからね、やっぱりちょっと僕の知らない国に やばいですね。あの、いや、それがね、はい、それがね、その例えばドナルド・トランプが、はい、言ってみれば差別を公然と方言しつつね、はい、なのに大統領候補として奇妙な支持を集めている、はい、あの例えば日本でそれが起こりうるのかということを考えると、はい、今そんなバカなっていうのはあるんですけど、はい、そう、だからこれを見るとね、遠くないって思うんですよ僕は。ああ、はい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 、まあ、ドナルド・トランプが今支持を集めているのは彼自身がお金持ちじゃないですか、うん、で要するに成功者ですよね。だから成功してるんだから偉いんだっていう考え方が一つあって、うんうん、だから日本でもその、まあ、まあそうやってお金持ちの人たちにすごく信奉者ができるじゃないですか。名前具体的に出しませんが、はい、あの、まあ、IT とかで成功した人とか株式投資とかで、まあ、成功した人の場合、例えば彼らがその違法ということで裁判で裁かれたとしても、ある一定 その信者たちがつくでしょう。うん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 、それと同じことがドナルド・トランプに対して起こってるんですね。それで、あの、ちょっとまたもう一つ奇妙なのはですね、現在のアメリカの政治なんですが、はい、ドナルド・トランプに対してはそのあまりにももう度を越した、はい、あのミドルグラウンドがちょっと薄くなってる気がする。いや、アメリカもそうです。アメリカもそうなの。アメリカもそうです。そう、そうですよ。ですよね。全くそうです。はい、それで、それで、はい、ところがですね、あの、はい、今日あのキュレーションというかご紹介していただく、はい、この3つのとっても強烈な映像作品なんですけれども、はい、あのどれもですね、はい、どちらかというと2000何年という、結構前です。10年ぐらい前だったり10年以上前の作品もありますね。ね、はい、ところがですね、非常にその、まあ、あの全部拝見したのですが、はい、あのざっくりした印象としてなんかね、はい、来年の日本な気がするの。ああの、そのままじゃないですよ、コピペじゃないんですけども、はいはいはい、なんか、うん、はい、あの今起きていること、今この瞬間ですね、はい、あの多分ずっとツイッターをね、はい、僕昨日から張り付いているんですけど、はいはい、さっき山本太郎議員が、はいはい、国会で一人牛歩っていうのをやったんですよ。一人フィリバスターパフォーマンス的に。で、なんか自民党が終わりましたので、はい、お葬式の焼香のパフォーマンスをして、失礼じゃないかっていうヤジも飛ぶ中、あまりにも多くの人がそれに注目しすぎたためにですね、はいはい、松屋の株がアルゴリズムで牛っていう字を検出して、はい、株がシュートアップしたんです一瞬。それがさ、牛歩戦術の一人牛歩という言葉が、はい、牛歩とか一人牛歩という言葉がそのトレンドワードに入っちゃったときに、はい、あのずっと株取引のなんかアルゴリズムが、はい、牛っていうのを見て、はい、じゃあ松屋買いだなって言って牛丼が引っかかっちゃったんですか。牛丼引っかかっちゃったの。関係ないのに。で、あ、やっぱり違ったって言ってまた戻ったの。あ、そうですか。だからスパイクが起きたんですよ、うん、何か牛丼が流行ってるんじゃないかと思って。そう買いに入った人だけいっぱい。もしかしたら世界のその世界の投資家もですね、はい、あの日本はなんか牛肉がなんかあるのかとかTPP かとかね。だから、いや、だからそれぐらい、はい、なんていうのかな、そういうちょっと笑ってしまうような事態が起きるほど、はい、皆さんすごくセンシティブになってるんですね。あ、しかも、はい、ガチンコになってる。あ、うん、この映画が作られた頃ってのは その2000年代の初めの頃っていうのはアメリカがそんな感じだったんですよ。要するに、まあ、イラク戦争があったんで、うん、もう左右に分かれてものすごく激突してた頃ですね、はい、なので、あのちょっとこれからいろいろより詳しい解説をあの、はい、いただきたいんですけれども、はい、あのご覧になっている皆さんにはですね、はい、あの結構ここで解説されていることが10年前じゃなくて今の日本のリアルタイムとで、はい、僕の中ではあまりにも重なるんですね。なのでとってもこれは見ていると、はい、今何が起きているのかを日本で今何が起きているのかを理解する上でなんかとてもこうなんていうかな味付けになるような作品だと、はい、あの私は思っております、はい、で早速なんですけども、はい、直近で今アメリカは相変わらずすごいんですか、はい、今あの来年が大統領選挙ですから、それでもう共和党側のそのまあ候補たちの予備選がもう始まってるんですよ。で候補を決定するその共和党内でのまあ投票がありますから、予備選というそのまあその中でとんでもない候補が出てきて、共和党員ではないあのドナルド・トランプっていうあのまあ不動産王がまあ支持率がトップなんですね。圧倒的にダブルですよ。
僕最初ね、はい、あのまあ長い間アメリカにいないからなんだけど、はい、これみんなお笑いで面白がってこの横山ノック的な思いはみたいな、そういうんじゃなくって、はい、真面目に支持してるんですか、はい、支持してる人たちは真面目な人たちが多くて、ただ喜んでる人たちはみんな笑ってますけどね、はい、ただそのなんだろう、そのいわゆるプライマリーですよね、はいはい、共和党のその予備選を前にした、この前 CNN で11人が並ぶ、はいはい、ちょっと多すぎですね、一番最初のね、あれ総当たりにして、あそこから絞り込んでいく感じ、はい、そうなんですよね、うんうん、ただ前代未聞の数なんでね、その候補者がね、すごいですよね、誰でも出るっていう状況、なんかハッカビーとか、はいはい、結構マイナーで何度も何度も出馬してはっていう人も出てますよね、常連泡沫候補の人たちですね、常連泡沫ドクター中松みたいな、はい、あスマイルみたいな、そうそうそう、なるほどね、はい、でそういう人たちが、あの僕はあの全部あの映像を見ずに記事を読んだんですけれども、はい、やっぱりそのドナルド・トランプというジョーカーのような人にほとんどの注目が集中していたっていう、はいはい、だから他の候補たちが全く注目されなくて、そのドナルド・トランプ その支持率がその2番手のジェブ・ブッシュっていうブッシュ大統領の弟ですけども、うんうん、との間が倍になっちゃってるんですよ。だからもしドナルド・トランプが共和党の候補にならなかったとしたら、急にその全然注目されてない人だけで争うことになっちゃうから、うん、もう補欠集団みたいなレベルになっちゃいましたね。じゃあそうするとなんかドナルド・トランプとその仲間たちじゃないんだけど、お友達みたいな、そうそうそう、慣れ合いとは呼ばないですけど、はい、奇妙な状態ですよね。だから共和党側はそのドナルド・トランプを早く追い出したくて、で共和党メディアってありますね、そのまあ今回も紹介する FOX ニュースっていうところが、そのドナルド・トランプを潰すような質問をディベートのところでかけて、なんとか叩き出そうとするんだけど、ドナルド・トランプはまたね、あの人エンターテイナーだからうまいんですよ。アウトフォックスしちゃったんですね。そうそうそう、されあフォックスはされちゃったんですけど、フォックスがフォックスされているされちゃったんですよ。それね、僕ね、はい、歴史だと思う、あの、はい、今人類の、ね、差がですよ、はい、自分がしばらく何年かやる側にいて勝ち誇っていた人たちが相手側に学習されちゃって、最後は同じ手段でちょっと因果応報みたいですよね。そうなんですよ。だからもうドナルド・トランプが今こう展開しているその右翼的なその保守的なその理論というのは、ずっと FOX がまあ散々仕掛けてたことなんですよ。移民は追い出せとか、まあ女性差別的なこととか人種差別的なこととか、そしたらそれを全部トランプが取り込んで、それで人気を得てるんで、だから FOX 側はそのドナルド・トランプを潰すためにリベラル寄りの論調になってる。今更まともさを装わなきゃいけなくなったと。そうなんですよ。すごい、あのフォックスが、フォックスが、でそのフォックスがドナルド・トランプがまだ出現していなかった頃に、はい、意気揚々と、はい、ある意味なんていうのかな、あのやっちゃいけないけどやっちゃったよっていうジャーナリズムの一角を完全に独裁、はい、独占していた頃の、はいはい、ドキュメンタリーが出てくるんですよね、はい、それがこ あのアウトフォックス。なるほどなるほど、はい、それであの、まあ、トランプ氏はですね、日本側の日本語になった報道だと、まあ、暴言を言っているとか、ね、日本に対しても、はい、むちゃくちゃなことを発言しているとか、はい、だからまあ、とにかく外国に勝つんだと、で中国とか日本と戦いに勝つんだと、うん、であとメキシコからの移民は全部もうでかい壁を作って、うん、あの防ぐだけじゃなくて、その壁のお金をメキシコ政府に払わせろとか、なんかハンガリーに学べって感じですよね。今のハンガリーがシリア難民に壁を作っちゃって催涙ガスみたいな。そうなんです。でまたメキシコ人はみんなレイプばっかりしてるとか、デタラメなことを言って、すごい大変な時代。なんかね、あのね、はい、だからその日本だと、はい、今日はですね、アメリカってヤバすぎ、超大国の、超大国の裏側が分かるドキュメンタリー参戦として大変刺激的な、コンテンツをお届けすることになっております。早速ですけれども、本日のキューレーターを紹介していきましょう。映画評論家の町山智博さんです。どうもよろしくお願いいたします。はい、ここです。あの、はい、久しぶりに日本ですか？久しぶりです、はい、ようこそ。いいいい、はい、今回はどれぐらいの滞在で？今回ちょっと10日ぐらいいます。はい、あ、はい、でもいつものようにもうすごい過密な動き方を、そうですね、ね、はい、この前来られて、あのこの前2年前ぐらいにちょっとすれ違って、はい、MX の番組かなんかで一瞬ご一緒した時も、はいはいはい、本当に出て入られてましたよね。はい、そうなんですよ。ね、すごいな。出稼ぎですから。羨ましいです。はい、あの出稼ぎじゃ、アメリカ暮らしどうですか？いや、いいですよ、楽で。いいよね。はい、ああ、いいな。今ね、日本大変なんですよ。あ、そうですか。国会とか。ああ、はいはい、はい。なんか政治の季節が来て、はいはいはい、あの第2次。全共闘なのか、それとも、はい、あのよくわからない何かなのかってことなんですけど、はいはい、かなりの大人も若者も興奮していて、はい、
あんまり日々落ち着きがないですね。ああそうですか。やっぱあの安保の問題ですか。安保ですね、はいはい、ここ4年ぐらいは最初はその、はい、あの津波と原発事故にまつわる、はい、そのまあ、放射能に対するどれぐらい怖いか怖くないかっていうのが分かり目だったんですけども、はい、それがそのままエネルギーとして安保に流れ込み、一回覚醒してしまった、はい、なんていうでしょうか、民衆なのか群衆なのか、その行き場みたいなものですか。エネルギーの行き場がですね、はいはい、で人によってはまあこれはその一過性のものでスポンジのようにまた吸収されて、はい、昭和のことなかれの日本に戻るという人もいるんですけど、はい、逆に、はい、ある意味第一次大戦が終わった後のワイマール時代のドイツみたいな、えじゃあその後ナチの時代が来ちゃうじゃないですか。いや分かんないですよ。でも あれ歴史家によると共産党が勝ってたかもしれないっていう話もあって、はい、だから要は左と右に、はい、とてもこう極端に真ん中がなくなっていって、はいはいはい、なんで、まあ、こっちにですね日々暮らして、はい、アメリカに行きたくても行けない自分としては、はいはい、ミドルグラウンドがちょっと薄くなってる気がする、はい、いやアメリカもそうです。アメリカもそうなの。アメリカもそうです。そう、そうですよ。ですよね。全くそうです、はい、それで、はい、ところがですね、はい、今日キュレーションというかご紹介していただく、はい、この3つのとっても強烈な映像作品なんですけれども、はい、どれもですね、はい、どちらかというと2000何年という結構前です。10年ぐらい前だったり10年以上前の作品もありますね、はい、ところがですね非常にその、まあ、全部拝見したのですが、はい、ざっくりした印象としてなんかね、はい、来年の日本な気がするの。あそのままじゃないですよ、コピペじゃないんですけども、はいはいはい、なんか、うん、はい、今起きていること、今この瞬間ですね、はい、多分ずっとツイッターをね、はい、僕昨日から張り付いているんですけど、はいはい、さっき山本太郎議員が国会で一人牛歩っていうのをやったんですよ。一人フィリバスターパフォーマンス的に、はあ、でなんか自民党が終わりましたので、はい、お葬式の焼香のパフォーマンスをして、失礼じゃないかっていうヤジも飛ぶ中、はあはあ、あまりにも多くの人がそれに注目しすぎたためにですね、はいはい、松屋の株がアルゴリズムで牛っていう字を検出して、はい、株がシュートアップしたんです一瞬。それがさらに牛歩戦術の一人牛歩という言葉が、はい、牛歩とか一人牛歩っていう言葉がそのトレンドワードに入っちゃったために、はい、ずっと株取引のなんかアルゴリズムが、はい、牛っていうのを見て、はい、じゃあ松屋買いだなって言って牛丼が引っかかっちゃったんですか。牛丼引っかかっちゃった関係ないのに。で、あ、やっぱり違ったって言ってまた戻ったの。あ、そうですか。だからスパイクが起きたんですよ、うん、何か牛丼が流行ってるんじゃないかと思って。そう買いに入った人だけいっぱいいた。もしかしたら世界の投資家もですね、はい、日本はなんか牛肉が何かあるのかとかTPP かとかね。だからそれぐらい、はい、なんていうのかな、そういうちょっと笑ってしまうような事態が起きるほど、はい、皆さんすごくセンシティブになってるんですね。あ、しかも、はい、ガチンコになってる。あ、うん、この映画が作られた頃ってのは その2000年代の初めの頃っていうのはアメリカがそんな感じだったんですよ。ですよね。イラク戦争があったんで、うんうんうん、もう左右に分かれてものすごく激突してた頃ですね、はい、なのでちょっとこれからいろいろより詳しい解説をはい、いただきたいんですけれども、はい、ご覧になっている皆さんにはですね、はい、結構ここで解説されていることが10年前じゃなくて今の日本のリアルタイムとで、はい、僕の中ではあまりにも重なるんですね。なのでとってもこれは見ていると、はい、今何が起きているのかを日本で今何が起きているのかを理解する上でなんかとてもこうなんていうかな味付けになるような作品だと、はい、私は思っております、はい、で早速なんですけども、はい、直近で今アメリカは相変わらずすごいんですか。はい、今来年が大統領選挙ですからそれでもう共和党側のそのまあ候補たちの予備選がもう始まってるんですよ。で候補を決定するその共和党内でのまあ投票がありますから予備選というそのまあその中でとんでもない候補が出てきて共和党員ではないドナルド・トランプっていうまあ不動産王がまあ支持率がトップなんですね。圧倒的にダブルですよ。僕最初ね、はい、まあ長い間アメリカにいないからなんだけど、はい、これみんなお笑いで面白がってこの横山ノック的な思いはみたいなそういうんじゃなくて真面目に支持してるんですか。支持してる人たちは真面目な人たちが多くてただ喜んでる人たちはみんな笑ってますけどね、はい、ただそのなんだろうその
いわゆるプライマリーですよね、はいはい、共和党のその予備選を前にした、はい、この前 CNN で11人が並ぶ、はいはい、ちょっと多すぎですね、一番最初のね、あれ総当たりにしてあそこから絞り込んでいく感じ、はい、そうなんですよね、うんうん、ただ前代未聞の数なんでね、その候補者がね、すごいですよね、誰でも出るっていう状態、なんかハッカビーとか、はいはい、結構マイナーで何度も何度も出馬してはっていう人も出てますよね、ダメ常連泡沫候補の人たちですね、常連泡沫ドクター中松みたいな、はい、あスマイルみたいな、そうそうそう、なるほどね、はい、でそういう人たちが、あの僕はあの全部あの映像を見ずに記事を読んだんですけども、はい、やっぱりそのドナルド・トランプという、はい、ジョーカーのような人にほとんどの注目が集中していたっていう、はいはい、だから他の候補たちが全く注目されなくて、そのドナルド・トランプ その支持率がその2番手のジェブ・ブッシュっていうブッシュ大統領の弟ですけども、うんうん、との間が倍になっちゃってるんですよ。だからもしドナルド・トランプが共和党の候補にならなかったとしたら、急にその全然注目されてない人だけで争うことになっちゃうから、うん、もう補欠集団みたいなレベルになっちゃいましたね。じゃあそうするとなんかドナルド・トランプとその仲間たちじゃないんだけど、お友達みたいな、そうそうそう、慣れ合いとは呼ばないですけど、はい、奇妙な状態ですよね。だから共和党側はそのドナルド・トランプを早く追い出したくて、で共和党メディアってありますね、そのまあ今回も紹介する FOX ニュースっていうところが、そのドナルド・トランプを潰すような質問をディベートのところでかけて、なんとか叩き出そうとするんだけど、ドナルド・トランプはまたね、あの人エンターテイナーだからうまいんですよ。アウトフォックスしちゃったんですね。そうそうそう、されフォックスはされちゃったんですけど、フォックスがフォックスされているって、されちゃったんですよ。それね、僕ね、はい、歴史だと思う、あの、はい、人類の、ね、差がですよ、はい、自分がしばらく何年かやる側にいて勝ち誇っていた人たちが相手側に学習されちゃって、最後は同じ手段で、ちょっと因果応報みたいですよね。そうなんですよ。だからもうドナルド・トランプが今こう展開しているその右翼的な、その保守的なその理論というのはずっと FOX が、まあ、でそれをサウスパークがタブーなしでいじったっていうことがニュース記事になってたのを読んだんですけども、はい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 、そうすると逆に彼はすごいですね、はい、ね、でもそうするとサウスパークはどっちかというとリベラルの中の慣れ合いの政治的正しさ、ポリティカルコレクトネスを打ち破り続けているんだけど、現実の世界でもっとすごいモンスターが徘徊してしまっている、はい、今どうやっていじろうか考えていると思うんですけどね、はい、ブルース・ジェナーもすごいですけどね、彼は要するにまあ五種競技だっけ、デカスロンかなんかですよね、うんうん、すごいすごい、うん、でまあアメリカの昔シリアルのボックスになってて、はいはいはい、僕ティーネイジャーの時に、はい、ティームだったかなんか、そういう、はい、あの玄米系のシリアル食べてる時に、目の前にずっとブラスジェンナー、はい、男だった頃に走っている絵とかあったんですよ、はいはいはい、表紙になってたから、だからもうナショナルヒーローで国民的英雄だったですね。その頃まだソ連があったのかな、はい、ソ連に勝ったんですよね。ところが突然私は心は女性だって言って、これをここ2、3年ぐらい、この間です。あ、この間だよね、うん、ついこの間突然なんていうかね、まあ、女の人になったんですけど、子供が10人もいるんですよ。わー、なんかそう、それでね、やるだけやって、そう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 、男に飽きたっていう感じですね。男でいることに満喫した、満喫したんですかね、お引っ越しみたい。ただ別に なんていうかゲイではないんだと。で女性を相変わらず性的には好きなんだって言ってるんですよ。女性になったけど、あ、そっか、あのね、やっぱり僕日本に長くいすぎて時代に遅れてるというか、はい、あのね、日本はね、今やっと LGBT っていう言葉をテレビ局のディレクター、はい、若手だったら分かって、はい、若手が上に説明してるんですよ、はいはい、だからセクシャリティとジェンダーが違うから、うん、彼はそのジェンダーは女性だったんだけど、セクシャリティ的には女性を愛する人なんですよ、うん、ただそれをヘテロというか、その何と呼んだらいいかよくわからない、もうすでに女になっちゃったから。あの今ニコ生に打ち込んでる皆さんもですね、はい、いろいろと混乱したレスポンスがあって、はい、誰一人把握できたいのが把握できてないのがよくわかります、はいはい、あのしかもブルース・ジェンナーって、ね、カニエ・ウエストの義理のお父さんだったんですけど、義理のお母さんになったんですこの間、はい、お母さんと呼んでパパと呼ばないで、はい、パパと呼ばないで、それはママだからみたいな、古いですねそれすごく古いネタですが、いや分かるんだけど、はい、でもあれがこういう意味を帯びるとはね、はい、すごいすね、カニエ・ウエストもさすがに困ってると思いますよ。うわー、はい、すごい、ちょっと、はい、あの頭の後ろがちょっと熱くなったんですけど今物を考えて、はい、あのそれでね、一方そういう要はね、あの英語でリグレッシブっていう言葉があんまり使われてないけど、はい、リグレッションっていうのは後ろに後ずさりして、はい、時代が戻っていくっ
プログレスの逆、ね、そうでプログレッシブはいるんだけど、はいはい、同時進行でリグレッシブもいるってことですよね、はいはいはい、そのドナルド・トランプとかそうですね、はい、ドナルド・トランプはでも前は民主党支持でヒラリーの応援とかしてたクリントンの電子支持者ですよねもともとマジっすか、はい、なんでそうなるのわからないですね急にもう右から左に行っちゃったからだから共和党側は彼はその民主党からそのなんか派遣されたその共和党の候補者を潰すためのトロイの木馬じゃないかっていうふうに言われてるんですよ、うんうん、共和党側から、はい、いやトロジャンホースっていうんですけどその要するにもう共和党側 その保守的な人たちの支持を全部トランプが集めてで他の共和党候補たちをまあすっからかんにしようという作戦ではないのかっていうふうに言われてます。なるほど。あのね、昨日民主党はい、と紛糾して国会でも乱闘騒ぎがあって、はいはい、その乱闘のそのあでやかな様子とか写真やコラージュがすでに出てるのね、はい、こうやって殴ってる瞬間あ、まあ、殴りかしてとか、こうやって、はい、なんかコークスクリューでやったらこうなったのが、はいはい、それを誰かがあの分析したら黄金比になってたんですって、はい、キリストの絵みたいにだから日本は何をやってもすごいなみたいに認めるのに、はい、トランプには傍観するっていう奇妙な、はいはい、何これまあ、トランプ自身がその具体的な政策は何も出してないんですよだから攻撃しようにもちょっと攻撃できない Oh my God! 、はい、だから例えば中東問題がありますよね今大変なことになってるシリアとか、うんうんうん、まあ ISIS、うんまあ、日本だと ISIS って言わないのかイスラム国とか、まあ、IS とか IS とか言ってますね ISIS はないんだけど ISIS って律儀に言ってる人もいるなぜ呼び方変わったんですかアメリカは今 ISIS のままですけどねですね、なんかね、最初ね、どういうふうに読んでいいか統一できず、はい、メディアが30ぐらいの、3つぐらいの方法を表記してたんですよ、はい、でそのうち、いわゆるイスラム国で、鍵かっこつきになり、ところが一部センシティブな人が、国じゃないんですよ、ね、それはイスラム教の人に失礼なんじゃないかみたいに、過剰になったんだけど、ただ、例えば BBC はイスラミックステート。はいあでも実際は法的には国として認められてないし国としての体裁も持ってないんですけどねない現実にはねないないない自称国なんですよねそうですねだから今は妥協点として鍵括弧、はい、イスラム国かなそうですよね、うんうんうん、で、まあ、そういう問題もあって、はい、例えば大統領が共和党政権であり民主党政権であり、はい、その鍵括弧のイスラム国 IS にね、はい対処する方法って多分誰もわからないんですよ。わからないですよ。しかもアサドがそこにいるわけでしょ、三つどもえ。そうなんです。三つどもえなんですよ。でロシアがアサドについてタンクまで提供してるんでしょ。どうすればいいの。それなのに今は与党がオバマだから、はい、オバマの失政だというふうにとりあえず共和党は煽るだけ煽ると。はい。はい、だからまあ共和党側っていうかまあドナルド・トランプなんかはとにかくもう何でもいいから爆撃すればいいんだって言ってるんですけど、誰をって問題もわからないんですよ。あなんかイスラムのやつらをね。そう何をっていうのもさはっきり分からない大体そのイスラム国っていうのはその拠点がない首都がない要するに参謀本部があったとかそういうのはないからどこを潰しても別に要するにまあアメーバみたいなものですよね、うん、だからもう全員殺すしかないわけですけどそれは不可能ですよね、うんうん、で普通だったらその、まあ、リーダーだったりその国家 その、まあまあ、総理大臣とか大統領に要するに降伏をさせれば戦争は終わるんですけど、うんうん、それすらもできないわけですから、うんうん、なんだか分からない要するに脳みそのない、まあ、組織ですよね、うんそれ戦争なんかできないですよね、うんうんうん、でもそれで苦労してるのはその前からそのアフガンもそうだったし、うんうんね、それこそタリバンだけじゃなくてみんな要するにイスラムとの戦争って常にそうだったじゃないですか、うんうんうん、要するに次々とリーダーを殺したってアメリカは宣言するんだけどそれリーダーじゃないっていう次々とリーダーが変わる実はです ねもう30年も前の1980年代、はいレーガンの時代に共和党のレーガンの時代に、はいはいレバノンで内乱が起きた時に、はい、じゃあこれは PKO でアメリカがイスラエルと協力して一、はい、つイスラムの原理主義者をちょっと抑えましょうと、はい、海兵隊を送って、はいまあ、アメリカが来たからみんな沈まるだろうと思ったら、はい最初の大規模な自爆テロかな、はい、トラックにダイナマイト満載して寄宿舎に突っ込んで、はいはいはい、すごいいっぱい死んだんですよ、はいはい、それで撤退しちゃったのね、はいはい、あそこから始まったんですけど ねそこからね、はい、要はノーバディインチャージっていう、はい、誰が相手なのかわからないもうわからないもうだからもう昔の戦争とは決定的に違うんですよね、うん、降伏させるってことができない状況になっててそれなのに爆撃すればいいんだっていうのにトランプは言ってるからだから何をどこをっていう問題は彼はよくわからないんですよ
すごい。え、サウスパークの本物版みたいな、実写版みたいな感じなんですけど、あのサウスパークはこれをどう扱うんですか。サウスパークはまだドナルドトランプやってないのかな、ま、誰も追いつけないよね。まあ、ドナルドトランプ自体がもうサウスパークみたいなものなんでね、まさにその通り、うん、ちょっといじってもしょうがないところあるんでしょうね。すごいね、はい。いやー、あのなんかブルース・ジェンナーという、はいはい、アスリートがスターの、はい、アメリカのスターアスリートが、はい、性転換をして女性になった、はい、散々仕掛けてたことなんですよ。移民は追い出せとか、うんうん、まあ、女性差別的なこととか人種差別的なこととか、そしたらそれを全部トランプが取り込んで、それで人気を得てるんで、だからフォックス側はそのドナルド・トランプを潰すためにリベラル寄りの論調になってる。今さらまともさを装わなきゃいけなくなったと。そうなんですよ。すごい、あのフォックスが、フォックスが、でそのフォックスがドナルド・トランプがまだ出現していなかった頃に、はい、意気揚々と、はい、ある意味なんていうのかな、あのやっちゃいけないけどやっちゃったよっていうジャーナリズムの一角を完全に独裁、はい、独占していた頃の、はいはい、ドキュメンタリーが出てくるんですよね、はい、それがこ の, あのアウトフォックス。なるほどなるほど、はい、それであの、まあ、トランプ氏はですね、日本側の日本語になった報道だと、まあ、暴言を言っているとか、ね、日本に対しても、はい、むちゃくちゃなことを発言しているとか、はい、だからまあ、とにかく外国に勝つんだと、で中国とか日本と戦いに勝つんだと、うん、あとメキシコからの移民は全部もうでかい壁を作って、うん、あの防ぐだけじゃなくて、その壁のお金をメキシコ政府に払わせろとか、なんかハンガリーに学べって感じですよね。今のハンガリーがシリア難民に壁を作っちゃって催涙ガスみたいな。そうなんです。でまたメキシコ人はみんなレイプばっかりしてるとかデタラメなことを言って大変な時代。なんかね、あのね、はい、だからその日本だと、はい、あのそういうレイシズムが例えばレイプをするとか、はい、犯罪を犯すっていうのは、はい、日本で言うとですね、まあ、在特会みたいに本当に、はい、隔離されたと言っていいグループ、はいはいはい、あの、はい、そういう人たちがちょっといて、はい、まあ、だけど下品だからラウドになっていくっていうかね、はい、その程度ですよね、はいはい、ところが大統領候補を目指す人が堂々とそれを言っちゃってるってことですよね、はいはいはい、ところがそれは大人気なんですよ、その保守派の人たちから、まあ、特にあの、まあ、南部とか中西部の白人の人たちから、まあ、ドナルド・トランプはもう大人気なんですね現在で、それ取られちゃってるんですよ。絶句した。やっぱり理解できない。あのちょっと戻った方がいいかもね。僕何か月1ヶ月ぐらいね、ちょっと地鳴らしして、ね、何がどうなってるのか分かる、はい、僕が最後にいたのはだいぶ前だったので、はい、まだあの、はい、フォックスが危ないメディアであって、はい、そしてあのキリスト教右派は一時的に後退しているけどまた出てくるかもしれない、はい、そしてタイマーは相変わらず禁止で、はい、みんな隠れて吸ってたんですよ。あ、最近あんまり捕まらなくなったな。だけど、まあ、一応、はい、右見て左見てタイマーっていう感じだったんですよね、はいはい、今道歩きながらやいやだからね、やっぱりちょっと僕の知らない国にやばいですね。あのいやそれがね、はい、それがね、その例えばドナルド・トランプが、はい、言ってみれば差別を公然と方言しつつね、はい、なのに大統領候補として奇妙な支持を集めている、はい、あの例えば日本でそれが起こりうるのかっていうことを考えると、はい、今そんなバカなっていうのはあるんですけど、はい、そうだからこれを見るとね、遠くないって思うんですよ僕は。ああ、はい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 。まあ、ドナルド・トランプが今支持を集めているのは彼自身がお金持ちじゃないですか、うん、で要するに成功者ですよね。だから成功してるんだから偉いんだという考え方が一つあって、うんうんうん、だから日本でもその、まあ、まあそうやってお金持ちの人たちにすごく信奉者ができるじゃないですか。名前具体的に出しませんが、はい、あのまあ、IT とかで成功した人とか株式投資とかでまあ成功した人の場合、例えば彼らがその違法ということで裁判で裁かれたとしても、ある一定 の, その信者たちがつくでしょう。うん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 、それと同じことがドナルド・トランプに対して起こってるんですね。それであのちょっとまたもう一つ奇妙なのはですね、現在のアメリカの政治なんですが、はい、ドナルド・トランプに対してはそのあまりにももう同行したパフォーマンスに対して、はいはい、あのフォックス含めメディアがどう反応していいか分からず、その今日ついて、はいはい、電撃作戦のように来てるわけよね、はいはいはい、ところが、いわゆるもっとまともな候補としてのヒラリー・クリントン、はい、彼女に対しては、はい、ありきたりな政治的な批判で私的メールアドレスが流どうのこうの、はいはいはい、彼女には政治の責任を持って、今日はですね、アメリカってヤバすぎ超大国の、超大国の裏側が分かるドキュメンタリー参戦として大変刺激的な、コンテンツをお届けすることになっております。早速ですけれども、本日のキューレーターを紹介していきましょう。映画評論家の町山智博さんです。どうもよろしくお願いいたします。はい、あの久しぶりに日本ですか。久しぶりです。
はい、ようこそ。いい、はい、今回はどれぐらいの滞在で？今回ちょっと10日ぐらいいます。はい、ああ、はい、でもいつものように、はい、もうすごい過密な動き方を。そうですね、ね、はい、この前来られて、あのこの前2年前ぐらいにちょっとすれ違って、はい、MX の番組かなんかで一瞬ご一緒した時も、はいはいはい、本当に出て入られてましたよね。そうなんですよ。ね、すごいな。出稼ぎですから。羨ましいです。はい、あの出稼ぎじゃ、アメリカ暮らしどうですか？いや、いいですよ、楽で。いいよね。はい、ああ、いいな。今ね、日本大変なんですよ。あ、そうですか。国会とか。ああ、はいはいはい。なんか政治の季節が来て、はいはいはい、あの第2次。全共闘なのか、それとも、はい、あのよくわからない何かなのかってことなんですけど、はいはい、かなりの大人も若者も興奮していて、はい、あんまり日々落ち着きがないですね。ああ、そうですか。やっぱあの安保の問題ですか。安保ですね、はいはい、あのここ4年ぐらいは最初はその、はい、あの津波と原発事故にまつわる、はい、そのまあ、放射能に対するどれぐらい怖いか怖くないかっていうのが分かれ目だったんですけども、はい、それがそのままエネルギーとして安保に流れ込み、一回覚醒してしまった、はい、なんていうでしょうか、民衆なのか群衆なのか、その行き場みたいなものですか。エネルギーの行き場がですね、はいはい、あので人によってはまあこれはその一過性のものでスポンジのようにまた吸収されて、はい、あの昭和のことなかりの日本に戻るという人もいるんですけど、はい、逆に、はい、ある意味第一次大戦終わった後のワイマール時代のドイツみたいな。え、じゃあその後ナチの時代が来ちゃうじゃないですか。いや、わかんないですよ。でも、あれ歴史家によると共産党が勝ってたかもしれないっていう話もあって、はい、だから要は左と右に、はい、とてもこう極端に真ん中がなくなっていって、はいはい、なんで、まあ、あのこっちにですね日々暮らして、はい、アメリカに行きたくても行けない自分としては、はいはい、あのミドルグラウンドがちょっと薄くなってる気がする、はい、いや、アメリカもそうです。アメリカもそうなの。アメリカもそうです。そう、そうですよ。ですよね。全くそうです、はい、それで、はい、ところがですね、あの、はい、今日あのキュレーションというかご紹介していただく、はい、この3つのとっても強烈な映像作品なんですけれども、はい、あのどれもですね、はい、どちらかというと2000何年という結構前です。10年ぐらい前だったり10年以上前の作品もありますね。ね、はい、ところがですね、非常にその、まあ、あの全部拝見したのですが、はい、あのざっくりした印象としてなんかね、はい、来年の日本な気がするの。ああのそのままじゃないですよ、コピペじゃないんですけども、はいはいはい、なんか、うん、はい、あの今起きていること、今この瞬間ですね、はい、あの多分ずっとツイッターをね、はい、僕昨日から張り付いているんですけど、はいはい、さっき山本太郎議員が、はいはい、国会で一人牛歩っていうのをやったんですよ。一人フィリバスターパフォーマンス的に。でなんか自民党が終わりましたってるんですよ。絶句したやっぱり理解できない。あのちょっと戻った方がいいかもね。僕何か月1ヶ月ぐらいね、ちょっと地鳴らしして何がどうなってるのか分かる、はい、僕が最後にいたのはだいぶ前だったので、はい、まだあの、はい、フォックスが危ないメディアであって、はい、そしてあのキリスト教右派は一時的に後退しているけどまた出てくるかもしれない、はい、そしてタイマーは相変わらず禁止で、はい、みんな隠れて知ってたんですよ。あ、最近あんまり捕まらなくなったな。だけど、まあ、一応、はい、右見て左見てタイマーっていう感じだったんですよね、はいはい、今道歩きながらいやだからね、やっぱりちょっと僕の知らない国にやばいですね。あのいや、それがね、はい、それがね、その例えばドナルド・トランプが言ってみれば差別を公然と方言しつつね、はい、なのに大統領候補として奇妙な支持を集めている、はい、あの例えば日本でそれが起こり得るのかっていうことを考えると、はい、今はそんなバカなっていうのはあるんですけど、はい、そうだからこれを見るとね、遠くないって思うんですよ僕は。ああ、はい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 。まあ、ドナルド・トランプが今支持を集めているのは彼自身がお金持ちじゃないですか、うん、で要するに成功者ですよね。だから成功してるんだから偉いんだという考え方が一つあって、うんうん、だから日本でもその、まあ、まあそうやってお金持ちの人たちにすごく信奉者ができるじゃないですか。名前具体的に出しませんが、はい、あのまあ、IT とかで成功した人とか株式投資とかでまあ成功した人の場合、例えば彼らがその違法ということで裁判で裁かれたとしても、ある一定 の、 その信者たちがつくでしょう、うん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 、それと同じことがドナルド・トランプに対して起こってるんですね。それであのちょっとまたもう一つ奇妙なのはですね、現在のアメリカの政治なんですが、はい、ドナルド・トランプに対してはそのあまりにももう度を越したパフォーマンスに対して、はいはい、あのフォックス含めメディアがどう反応していいか分からず、その今日ついて、はいはい、電撃作戦のように来てるわけよね、はいはいはい、ところが、いわゆるもっとまともな候補としてのヒラリー・クリントン、はい、彼女に対しては、はい、ありきたりな政治的な批判で私的メールアドレスが流動のこうの、彼女には政治の責任を求めるのに、はい、トランプには傍観するっていう奇妙な、はいはい、何これ。
まあ、トランプ自身がその具体的な政策は何も出してないんですよ。だから攻撃しようにもちょっと攻撃できない。 Oh my God! 、はい、だから例えば中東問題がありますよね。今大変なことになってるシリアとか、うんうんうん、まあ、アイシス、まあ、日本だとアイシスって言わないのか、イスラム国とか、まあ、IS とか、IS とか、ね、アイシスはないんだけど ISIS って律儀に言ってる人もいる。なんで呼び方変わったんですか。アメリカは今アイシスのままですけどね。ですね、なんかね、最初ね、どういうふうに読んでいいか統一できず、メディアが30ぐらいの、3つぐらいの方法を表記してたんですよ、はいはい、でそのうち、いわゆるイスラム国で、鍵かっこつきになり、はいはい、ところが一部センシティブな人が、国じゃないんですよ、ね、それはイスラム教の人に失礼なんじゃないかみたいに、過剰になったんだけど、ただ、例えば BBC はイスラミックステート。はい、でも実際は法的には国として認められてないし、国としての体裁も持ってないんですけどね。ない、現実にはね、ない、ない、ない、自称国なんですよね。そうですね。だから今は妥協点として鍵括弧イスラム国かな。そうですよね、うんうんうん、で、まあ、そういう問題もあって、はい、例えば他の候補たちが全く注目されなくて、そのドナルド・トランプ その支持率が、その2番手のジェブ・ブッシュっていう、ブッシュ大統領の弟ですけども、うんうん、との間が倍になっちゃってるんですよ。だからもしドナルド・トランプが共和党の候補にならなかったとしたら、急にその全然注目されてない人だけで争うことになっちゃうから、うん、もう補欠集団みたいなレベルになっちゃいましたね。じゃあそうすると、なんかドナルド・トランプとその仲間たちじゃないんだけど、お友達みたいな、慣れ合いとは呼ばないですけど、はい、奇妙な状態ですよね。だから共和党側はそのドナルド・トランプを早く追い出したくて、うん、で共和党メディアってありますね、その、まあ、今回も紹介する FOX ニュースっていうところが、そのドナルド・トランプを潰すような質問をディベートのところでかけて、なんとか叩き出そうとするんだけど、ドナルド・トランプはまたね、あの人エンターテイナーだからうまいんですよ。アウトフォックスしちゃったんですね。そうそうそう、されフォックスはされちゃったんですけど、フォックスがフォックスされているって、されちゃったんですよ。それね、僕ね、はい、歴史だと思う。はい、人類の、ね、差がですよ、はい、自分がしばらく何年かやる側にいて勝ち誇っていた人たちが相手側に学習されちゃって、最後は同じ手段で、ちょっと因果応報みたいですよね。そうなんですよ。だからもうドナルド・トランプが今こう展開しているその右翼的な、その保守的な、その理論というのは、ずっと FOX がまあ散々仕掛けてたことなんですよ。移民は追い出せとか、まあ女性差別的なこととか、人種差別的なこととか、そしたらそれを全部トランプが取り込んで、それで人気を得てるんで、だから FOX 側はそのドナルド・トランプを潰すために、リベラル寄りの論調になってる。今ならまともさを装わなきゃいけなくなったと。そうなんですよ。すごい、あのフォックスが、フォックスが、でそのフォックスがドナルド・トランプがまだ出現していなかった頃に、はい、意気揚々と、はい、ある意味なんていうのかな、やっちゃいけないけどやっちゃったよっていうジャーナリズムの一角を完全に独裁、はい、独占していた頃の、はいはい、ドキュメンタリーが出てくるんですよね、はい、それがこ の, アウトフォックス。なるほどなるほど、はい、それでまあ、トランプ氏はですね、日本側の日本語になった報道だと、まあ、暴言を言っているとか、ね、日本に対しても、はい、むちゃくちゃなことを発言しているとか、はい、だからまあ、とにかく外国に勝つんだと、で中国とか日本と戦いに勝つんだと、うん、であとメキシコからの移民は全部もうでかい壁を作って、うん、防ぐだけじゃなくて、その壁のお金をメキシコ政府に払わせろとか、なんかハンガリーに学べって感じですよね。今のハンガリーがシリア難民に壁を作っちゃって催涙ガスみたいな。そうなんです。でまたメキシコ人はみんなレイプばっかりしてるとかデタラメなことを言って、すごい大変な時代。なんかね、はい、だからその日本だと、はい、そういうレイシズムが、例えばレイプをするとか、はい、犯罪を犯すっていうのは、はい、日本で言うとですね、まあ、在特会みたいに本当に、はい、隔離されたと言っていいグループ、はいはいはい、そういう人たちがちょっといて、はい、まあ、だけど下品だからラウドになっていくっていうかね、はい、その程度ですよね、はいはい、ところが大統領候補を目指す人が堂々とそれを言っちゃってるってことですよね、はいはいはい、ところがそれは大人気なんですよ、その保守派の人たちから、まあ、特にまあ、南部とか中西部の白人の人たちから、まあ、ドナルド・トランプはもう大人気なんですね現在。でそれ取られ、大統領が共和党政権であり民主党政権であり、はい、その改革のイスラム国 IS に、ね、はい、対処する方法って多分誰もわからないんですよ。わからないですよ。しかもアサドがそこにいるわけでしょ、三つどもえ。そうなんです、三つどもえなんですよ。でロシアがアサドについてタンクまで提供してるんでしょ。どうすればいいの。それなのに今は与党がオバマだから、はい、オバマの失政だというふうにとりあえず共和党は煽るだけ煽ると、はいはい、だまあ共和党側というか、まあドナルド・トランプなんかはとにかくもう何でもいいから爆撃すればいいんだって言ってるんですけど、誰をって問題もわからないんですよ。
なんかイスラムのやつらをね。そう何をっていうのもさはっきりわからない。大体そのイスラム国っていうのはその拠点がない、首都がない、要するに参謀本部があったとかそういうのはないから、どこを潰しても別に、要するにまあアメーバみたいなものですよね、うん、だからもう全員殺すしかないわけですけど、それは不可能ですよね、うんうん、で普通だったらそのまあリーダーだったりその国家のそのまあ総理大臣とか大統領に要するに降伏をさせれば戦争は終わるんですけど、それすらもできないわけですから、うんうん、なんだかわからない、要するに脳みそのないまあ組織ですよね、うん、それ戦争なんかできないですよね、うんうんうん、でもそれで苦労してるのはその前からそのアフガンもそうだったし、うんうん、ね、それこそあのタリバンだけじゃなくてみんな要するにイスラムとの戦争って常にそうだったじゃないですか、うんうんうん、要するに次々とリーダーを殺したってアメリカは宣言するんだけど、それリーダーじゃないっていう、次々とリーダーが変わる。実はですね、もう30年も前の1980年代、はい、レーガンの時代に、共和党のレーガンの時代に、はいはい、あのレバノンで内乱が起きた時に、はい、あじゃあこれは PKO でアメリカがイスラエルと協力して一、はい、つイスラムの原理主義者をあの、はい、この、はい、ちょっと抑えましょうと、はい、海兵隊を送って、はい、まあ、アメリカが来たからみんな沈まるだろうと思ったら、はい、最初の大規模な自爆テロかな、はい、トラックにダイナマイト満載して、はいはい、寄宿舎に突っ込んで、はいはい、すごいいっぱい死んだんですよ、はいはい、それで撤退しちゃったのね、はい、あそこから始まったんですけど ね、 あの手の手のね、そこからね、はい、要はノーバディインチャージっていう、はい、誰が相手なのかわからない、もうわからない、もうだからもう昔の戦争とは決定的に違うんですよね、うん、あの降伏させるってことができない状況になってて、それなのに爆撃すりゃいいんだっていうのトランプは言ってるから、だから何をどこをっていう問題は彼はよくわからないんですよすごい、えサウスパークの本物版みたいな、実写版みたいな感じなんですけど、すあのサウスパークはこれをどう扱うんですか。サウスパークはまだドナルド・トランプやってないのかな、ま、誰も追いつけないよね、まあまあ、ドナルド・トランプ自体がもうサウスパークみたいなものなんでね、まさにその通り、うん、ちょっといじってもしょうがないところあるんでしょうね。すごいね、はい、いやあのなんかブルース・ジェンナーという、はいはい、アスリートがスターの、はい、アメリカのスターアスリートが、はい、性転換をして女性になったので、はい、それをサウスパークが、はい、タブーなしでいじったということがニュース記事になってたのを読んだんですけども、はい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 、そうすると逆に彼もすごいですね、はい、ね、でもそうするとサウスパークは、はい、どっちかというとリベラルの中の慣れ合いの政治的正しさ、はい、ポリティカルコレクトネスを打ち破り続けているんだけど、はい、現実の世界でもっとすごいモンスターが徘徊してしまっている、はい、今どうやっていじろうか考えてると思うんですけどね、はい、ブルース・ジェンナーもすごいですけどね、彼は要するに、まあ、五種競技だっけ、デカスロンから、うん、来たので、はい、お葬式の焼香のパフォーマンスをして失礼じゃないかっていうヤジも飛ぶ中、はあはあ、あまりにも多くの人がそれに注目しすぎたためにですね、はいはい、松屋の株がアルゴリズムで牛っていう字を検出して、はい、株がシュートアップしたんです一瞬。それをさらに牛歩戦術の一人牛歩という言葉が、はい、牛歩とか一人牛歩という言葉がそのトレンドワードに入っちゃったときに、はい、あのずっと株取引のなんかアルゴリズムが、はい、牛っていうのを見て、はい、じゃあ松屋買いだなって言って牛丼が引っかかっちゃったんですか。牛丼引っかかっちゃった関係ないのにで、あやっぱり違ったって言ってまた戻ったあ、そうですか。だからスパイクが起きたんですよ、うん、何か牛丼が流行ってるんじゃないかと思って、そう買いに入った人だけいっぱいいた。もしかしたら世界の投資家もですね、はい、あの日本はなんか牛肉が何かあるのかとかTPP かとかね、だからそれぐらい、はい、なんていうのかな、そういうちょっと笑ってしまうような事態が起きるほど、はい、皆さんすごくセンシティブになってるんですね。あしかも、はい、ガチンコになってる。あ、うん、この映画が作られた頃ってのは その2000年代の初めの頃っていうのはアメリカがそんな感じだったんですよ。要するに、まあ、ですよね、イラク戦争があったんで、うん、もう左右に分かれてものすごく激突してた頃ですね、はい、なのであのちょっとこれからいろいろより詳しい解説をあの、はい、いただきたいんですけれども、はい、あのご覧になっている皆さんにはですね、はい、あの結構ここで解説されていることが10年前じゃなくて今の日本のリアルタイムとで、はい、僕の中ではあまりにも重なるんですね。なのでとってもこれは見ていると、はい、今何が起きているのかを日本で今何が起きているのかを理解する上でなんかとてもこうなんていうかな味付けになるような作品だと、はい、あの私は思っております、はい、で早速なんですけども、はい、直近で今アメリカは相変わらずすごいんですか。はい、今あの来年が大統領選挙ですからそれでもう共和党側のそのまあ候補たちの予備選がもう始まってるんですよ。で候補を決定するその共和党内でのまあ投票がありますから予備選というそのまあその中でとんでもない候補が出てきて共和党員ではないあのドナルド・トランプっていうあのまあ不動産王がまあ支持率がトップなんですね。圧倒的にダブルですよ。僕最初ね、はい、あのまあ長い間アメリカにいないからなんだけど、はい、
これみんなお笑いで面白がってこの横山ノック的な思いはみたいなそういうんじゃなくって真面目に支持してるんですか、はい、支持してる人たちは真面目な人たちが多くてただ喜んでる人たちはみんな笑ってますけどね、はい、ただそのなんだろうそのいわゆるプライマリーですよね、はいはい、共和党 の, その予備選を前にしたこの前 CNN で11人が並ぶ、はいはい、ちょっと多すぎですね一番最初のねあれ総当たりにしてあそこから絞り込んでいく感じ、はい、そうなんですよね、うんうん、ただ前代未聞の数なんでねその候補者がねすごいですよね誰でも出るっていう状態なんかハッカビーとか、はいはい、結構マイナーで何度も何度も出馬してはっていう人も出てますよね、はい、そうそうそう常連泡沫候補の人たちですね常連泡沫ドクター中松みたいな、はい、あスマイルみたいなそうそうそうなるほどね、はい、でそういう人たちがあの僕はあの全部あの映像を見ずに記事を読んだんですけれども、はい、やっぱりそのドナルド・トランプというジョーカーのような人にほとんどの注目が集中していたっていう、はいはい